実家が台風でぶっ壊れた。え、あなたこの台風の中実家に帰ってたの？心配でいても立ってもいられなくて、今日仕事を早退してきたんだ。直撃するってニュースでやってたよ。こんな状況で行く方が危険よ。じゃあ見捨てろっていうのか？そうじゃないけど、台風が通り過ぎるのを待つしかないじゃない。そんな悠長なことは言ってられないんだよ。実家はもうめちゃくちゃだ。どうせ今は何もできないわ。すぐに避難して。これ以上被害が出ないよう食い止めないと。飛来物とか危ないよ。本当にやめて。カッパ着てるから問題ない。そんなの意味ないって。俺に任せろ。一人息子の俺が動かなくてどうするんだ。何度かお母さんに連絡したんだけど、全く繋がらないの。避難してるのよね。母さんも怪我してさっき病院に連れてったけど、入院することになった。しばらく戻れない。大変じゃない。私も行った方がいいかしら。アホ。え、危険だからお前は絶対に来るなよ。いや、私が行くのは病院だし大丈夫と思うけど。病院だって危ないかもしれないだろ。窓が割れて注射器なんかが飛んできたらどうするんだ。それはないと思う。親父がついてるから大丈夫だよ。俺は家がこれ以上壊れないように見守っておく。危ないからやめなって。今やらないでどうすんだよ。お前は自分の家じゃないからそんなことが言えるんだ。そうじゃない。確かに家も心配だけど、命の方が大事でしょって言ってるだけよ。とにかくお前は家でじっとしてろ。俺の実家のことに口を出すな。そんな他人みたいな言い方しないでよ。瓦礫の撤去や修復で1週間くらいはかかるだろうな。仕事は？有給取った。ん？なんだよ。夜なのにどうやって申請出したのかなって。上司に直接電話したんだ。書類は後から出すんだよ。ああ、そういうことね。なんだ、疑ってんのか。ああ、違うよ。違和感に気づいたら追求したくなる性格なの。ごめん。とにかく忙しいんだ。もう連絡してくるな。たまには状況くらい教えてよ。母さんたちにも連絡するなよ。どうして？台風が去ったらお見舞いくらい行かせてよ。母さんは気を使う性格なんだ。お前がわざわざ来たらそれだけで具合が悪くなる。あ、確かにそういう人かも。じゃあな。言いつけは守れよ。30分後。リナさん、今からちょっとそちらに行ってもいいかしら。え？こんな時間に迷惑よね。でも家は窓ガラスが割れちゃって帰れなくて。あ、いや、ちょっと待ってください。避難所も考えたんだけど、うちのお父さんいびきがひどいでしょ。だから皆様にご迷惑をかけることになると思ってね。ホテルも満室だし困っちゃって。入院してるんじゃないんですか？誰が？お母さんです。お父さんは付き添いだと聞きました。何それ、誰に聞いたの？ゆうせいです。なんでそんな嘘を。しかも実家が大変なことになってるから、俺が守るとか言って台風の中家の復旧をするとか。確かに窓は割れたけど、そこまでではないわよ。どうなってるんでしょう。あ、それより今どこですか？交通機関も止まってるし、タクシーも捕まらなくて、どうにか歩いて近くまで来たの。二人ともびしょ濡れのボロボロよ。行ってくれたら迎えに行ったのに。リーナさんを外に出すなんてダメだってお父さんが。確かに運転中に何かあれば私たちの責任だもの。すぐ迎えに行きます。ああ大丈夫よ、あと20分くらいで着きそう。すぐ行きます。車なら5分ですし、今なら少し風も収まってるので大丈夫です。どっかコンビニでも入っててください。ああごめんなさいね、迷惑かけちゃって。ゆうせいさんのことはまた後で話しましょう。ああよかった、野宿覚悟してたから。そんなことさせません。お風呂沸かして出ますね。今日はゆっくり休みましょう。ありがたいわ。1週間後。実家の方はどう？お母さんの具合も気になるんだけど、一切連絡くれないじゃない。母さんがかなり衰弱してる。家がダメになってショックだったんだろう。どういうこと？実家は半壊状態だ。もう俺の手には負えない。このままこっちに住んで母さんたちを支えようと思う。離婚してくれ。そうきたか。
お前に同居を強いることなんてできない。今は関係が良くても一緒に住めば必ず揉めるとネットに書いてあった。お母さんはまだ入院中なのね。そうだ、管に繋がれてかわいそうに。おかしいわね。何が？私、お母さんたちと旅行中だけど。え？家の窓の修理に2週間かかるって言われてたみたいでね。ほら、台風でどこも大変だったから業者も混んでるらしいのよ。だから温泉でも行こうってお父さんが言ってくれて。人を騙して何が楽しい？俺は実家にいるんだぞ。じゃあ聞いていいかな？台風の日からあなたはどこに寝泊まりしてるの？実家だよ。ぶっ壊れて半壊状態なんでしょ？そんな家に住めちゃうものなの？どうにかこうにかやってんだよ。こんなに辛い思いしてるのに俺をからかって何が楽しいんだ？だから一緒にいるってば。ほら。え？2日前まではうちにずっといたんだけど。いや。どうされました？なんていうか、その…はっきり言いなさいよ。実は極秘ミッションを遂行してるんだ。は？日本政府の指示で動いてる。本当なら家族にも言ってはいけないんだが、特別だ。別班かよ。会社も隠れ蓑だ。頼むからこれ以上は何も聞かないでくれ。ドラマの見すぎ、そして嘘下手すぎ。本当なんだ。便利な言い訳だね。私も使おっかな。実は公安なのとかどう？茶化すんじゃない。あのね、あんたがこの一週間何してたかってのは全部バレてんの。え？何が極秘ミッションだよ。どこが政府の指示だよ。女の指示で動いてるだけのクズ野郎じゃないの。どういうこと？お母さんたちが来たのは1週間前。その時点であんたが嘘をついてることは確実だった。ああ。それでお父さんが大至急探偵をつけてくれたの。女性の部屋に入り浸って一緒にスーパー行って荷物大量に持たされてデパートまで付き合わされて。忙しそうだね。嘘だ。怪しい男なんていなかったぞ。今時探偵がサングラスと中折れ帽で尾行してるとでも思ってんの？違うの？それ松田優作だけ。大抵はカップルを装ったり普通のサラリーマンに見えるから気づかれないのよ。へえ。あて、感心してる場合じゃない。どうせ女に、あーん、台風怖いとか言われて呼び出されたんでしょう。なんでそんなことまでわかるの？だってあんな日に外に出ていくなんて普通はありえないから。すげえ推理力。いやだから感心してる場合じゃなくて、これには事情があって説明させてほしい。どうぞ。彼女は難病なんだ。今度はそっちですか。もう助かる手段もなくて余命わずかで支えが欲しいって言われた。そんな女がデパートでコスメや服買ってブランド品ねだったりする？最後の思い出だよ。シャネルのバッグなんてあの世には持っていけないのにね。なんで買ったものまでバレてんだよ。探偵さんをなめるな。降参します。浮気してましたけど何か。うお、開き直った。バレたんなら仕方ないだろ。俺も男だ、言い訳はしない。さっきまでありえない嘘までついて取り繕ってたくせによく言うわ。お前だってそんなにダメージ受けてるように見えないし、その方が心が痛まなくて助かるわ。私、あの日本当に心配してたのよ。ホームセンターでヘルメットとか食料とか買って持っていこうかって思ってたくらい。でもその直後にお母さんから LINE が来て、全部嘘だと知った。その時の気持ちわかる？わかるならこんなことしねえよ。そうだよね。一人だったら思い悩んでいたと思う。でもお母さんが美味しいご飯作ってくれたり、お父さんが旅行に連れ出してくれたりして随分救われたの。さすが俺の親だな。うん、違うよ。もうあなたたちは親子じゃない。どういう意味だよ。お二人が言ってるの、私たちの息子は台風に飛ばされて死んじゃったわねって。は？生きてるぞ。残念だけど完全にそう思い込んでる。だから会いに行ったりしないでね。なんでだよ。幽霊が出たと思って心臓に負担でもかかったら大変でしょ。
ふざけんな。それほど怒ってるってことわからない？だって仕方ないだろ。男には子孫を残すという本能があるんだ。それには逆らえないんだよ。ああ、そうですか。ではお好きなだけ外で子孫を繁栄させてくださいませ。私は気持ち悪いのでそのお手伝いはいたしません。あっそ、別にいいや。俺もこれで晴れて独身だし、悠々自適に好きな女とのんびりやるわ。あら、大丈夫かしら。何が？浮気の慰謝料に実家のリフォーム代、今回の旅行代金、全部あなたの支払いだけど。は？何がどうなればそうなるんだよ。嫌ならいいのよ。当然だろ、断るに決まってる。だったら相続は期待できないわね。は？お父さんが言ってるの。財産はすべて私に譲ろうと思ってるって。なんでだよ、離婚するんだから他人だろ。方法ならいくらでもある。養子縁組して私が娘になればいいし。やめろ、俺の取り分がなくなる。親父は銀行勤めで退職金は相当もらってるはずだ。そうらしいね。株も随分お持ちだとか。リフォームに慰謝料に旅行代だな。分かったよ、俺が払う。将来手にする額に比べたらどうってことない。あらそう、じゃあよろしくね。だから養子縁組なんてするなよ。払ってくれるなら約束するわ。財産分与はしなくていいよね。貯金は全部もらうよ。俺が稼いだ金だろ。あ、やっぱり遺産いらないみたいですってお父さんに言っとく。いや、貯金はくれてやる。たかだか500万くらいだ。あざーっす。親父を味方につけたからっていい気になりやがって。あなたには素敵な彼女がいるからいいでしょ。私は一人になるんだから。そうだな。まあなんていうか、いろいろあったけど元気で暮らせよ。じゃあね。後日談。お父さんの退職金は1円たりとも残さずに使い果たすそうなので、いくら期待して待ってようが遺産は残りません。家も土地も売って余生は老人ホームで過ごすと言っていました。雄生は多額の遺産を夢見て慰謝料やリフォーム費用を借金して払ってくれました。相手の女も同じく借金したとかでかなり苦しい生活を送ってるそうです。おそらく遺産のことを聞いて雄生と同じ思考になったのでしょうが、遺産は手に入りませんよ。哀れな二人ですね。お二人は生きているうちにお金を使おうとご飯に誘ってくれたり贈り物をくれたりします。今日も美味しそうなシャインマスカットが届きました。私の心臓移植のために3億払ってくれてありがとう。夫婦なんだから当然のことだよ。そうだよね。移植決まってよかったな。2年以上待った甲斐があった。もうお金は振り込んだの？うん。コーディネーターから連絡が来たらすぐ渡航するのよね？そうだよ、滞在は長くて3ヶ月の予定だ。私一人で行くから。そんな体で無理だよ。俺が付き添うって言っただろ。仕事も休むから何も心配しなくていい。いや、何勘違いしてんの。助かればあんたなんていらないのよ。離婚して消えて。え？お金振り込んだことを確認したら切り出すつもりだったの。嘘だろ。何のために小金持ちのあんたと結婚したと思ってんのよ。お金のためだって言うのか。そうよ。それに3億払ったらあんたの口座すっからかんでしょ。そうだけど。空っぽの ATM なんていらないの。君のために振り込んだからだろ。それは感謝してるわ。用が済んだから捨てる、そういうことだな。まるでゴミ扱いじゃないか。自覚あるんだ、えらいえらい。将来的には移植が必要かもってずっと言われてたし、もしそうなっても日本じゃ無理でしょ。クラウドファンディングでも子供なら集まりやすいけど大人は厳しいらしいの。だからって顔出しするのも嫌だし、心臓はどんどん悪くなってくし、どうしようかと思ってた時にカモが現れたってわけ。俺のことか。神様っているのね。年商10億ポッチのブ男をタイミングよく差し出すなんてさすがだわ。よくそんなひどいことが言えるな。あなたこそ感謝しなさいよ。私のような美女が結婚してくれたのよ。
いい思い出になったでしょ。もしかして結婚式を挙げたくないって言ってたのは病気が理由じゃなくて愛がなかったからか。正解。だって友達にこんなのと結婚したんだって笑われたくないじゃん。俺は君の回復だけを願って仕事も家のことも頑張ってきたのに。うん、お疲れ。俺たちの3年間はその一言で終わりなのか。え？これ以上にある？一応ねぎらってやったんだから喜べよ。病人とは思えない物言いだな。心臓は弱ってても指は動くし毒も吐けるの。このタイミングで俺を切るってことはもうすでに男がいるってことなんだろう。そんなわけないでしょ。だったら移植が終わってから離婚してもよかったはずだ。なぜ今言うんだよ。私の優しさよ。手術が成功した後の方がダメージ大きいでしょ。いつ言おうが変わらない。この結婚が嘘にまみれてたのは事実なんだから。最後の奥さん高校だと思って。もういい。じゃあ明日から病院には行かなくていいんだな。逆に来ないでくださいって感じなんだけど。荷物はどうすればいい。実家に送って。母には話してあるから。ご両親も離婚することを知ってるのか。当然でしょ。これ以上話してるとどうにかなりそうだ。じゃあな。ああ、財産分与だけよろしくね。お前会心の時間だわ。じゃ。1時間後。お母さん、ご無沙汰してます。晴美の荷物をご在宅の時間に送らせていただきたいのですが。あなた、よくも抜け抜けと連絡してこれたわね。え？あんな重病の娘を捨てて新しい女と再婚ですって。どうやったらそんな非常なことができるのよ。あの何の話でしょうか。移植費用と引き換えに離婚を迫るなんてやることが汚すぎるわ。お母さん落ち着いてください。他人になるやつにお母さんなんて呼ばれたくないわね。僕に話をさせてください。最後の言い訳いいわよ。さっさと言いなさいよ。離婚を切り出されたのは俺の方です。はあ？移植費用を振り込んだ途端に離婚を切り出されました。本当なの？二人とも言ってることが違いすぎてどっちを信用すればいいのか。昨日晴美とやり取りしたスクショがあります。あの子ったらどうしてこんな嘘を。わかりません。突然のことで俺もまだ整理がつかないでいます。ただ荷物があると思い出してしまうので早く処分したくて。そうだったのね。なんかごめんなさい。私すっかり宗介さんのことを悪者扱いしちゃって。いえ、いいんです。実の娘が言ったことを疑いはしないでしょうから。でもどうしてこのタイミングで離婚なの。元から金目当てで愛情なんてなかったと言われました。え？移植費用を出せそうな男が現れたから捕まえたと。なんて失礼な。こんなのが自分の娘だなんて恥ずかしいやら申し訳ないやらで。そう言ってくださるだけで俺も少しは救われます。病人じゃなきゃひっぱたいてやるのに。ありがとうございます。そういうわけなので俺はアメリカには行けません。ただ一人じゃ無理でしょうからお母さんがついて行ってあげた方がいいかと。コーディネーターっていう人が同行してくださるんじゃないの。確かにいろいろとお世話になってますし手続き上のお手伝いはしてくれますが僕が行くつもりでしたので同行はお願いしてないんです。一緒に行くって人を紹介されたのだから安心してたんだけど。誰のことですか。美容室にお見舞いに行った時に背の高い男性がいたのよ。はるみがコーディネーターの近藤さんよって紹介してくれたの。あのコーディネーターの方は桜井さんという女性の方なんですが。え？ちょっと桜井さんに聞いてみます。別の担当が顔を出しただけかもしれないので。すみません、ちょっと電話するんで待っててください。どうだった？近藤という人はいないそうです。本当に？勝手に担当が変わることも顔を出すこともないと。じゃああいつは誰なの？わかりません。ただ調べてみる価値はありそうです。男だわ。やはりそうでしょうか。
まだ離婚届は出してないのよね。はい。いい？絶対に許しちゃダメ。そうしたいですが、相手は病人ですし。それが何？命がかかってたら好き放題やっていいわけ？支えてくれた人を裏切って浮気してもいいと思う？私は思わないわね。でも送検してしまいました。アメリカの病院に電話して返してもらいなさいよ。それはできないそうです。それにそんなことをすれば晴美は助かりません。直接心臓を取り上げるようなことは俺にはできません。あなたって人は。騙されてたとはいえ好きになったのは事実ですし、助けたいと思った気持ちに嘘もありません。わかった。じゃあ一生かけてでも返済させる。お母さん、水商売でも何でもさせるわ。だってあなたのおかげで元気になるんだから、どんな仕事だってできるでしょ。ありがとうございます。味方がいるって思うだけで心強いです。長いこと生きてるとわかるのよ。人を裏切ったり親切をおろそかにする人間には必ず天罰が下るの。さすが、言葉の重みが違いますね。あなたは今回憎き相手に施すという徳を積んだのよ。それはいつか必ずあなたに戻ってくる。お母さんのおかげで勇気が出てきました。うちの娘がごめんなさいね。母親として心よりお詫び申し上げます。やめてください。今度ご飯でも食べにいらっしゃい。はい、重ね重ねありがとうございます。半年後。ちょっと、どういうことなの？コーディネーターの桜井から連絡が来たわ。久しぶりだね。体調はどう？移植を待つみよ。元気なわけないでしょ。バカなんじゃないの？相変わらずだね。そんなことより3億の送金がされてないって言ってきたの。そうなんだ。送金しないと移植リストに乗らないのよ。何やってくれてんの？俺のせいじゃないんだ。は？実は送金した直後に銀行から連絡があってさ、システムエラーによって送金ができなかったそうなんだ。何よそれ、ポンコツ銀行すぎるわね。君に離婚を突きつけられてお母さんと話した直後のことだった。お金はもう取り戻せないと思ってたんだけど、神様っているんだな。送金を取り消せたんだよ。ひどい。そんなことすれば私がどうなるかわからないの？わかってる。でも俺の知ったことではない。愛してたんでしょ？だから結婚したんだよね。あの日真実を告げられて一気に冷めたよ。だから送金したことを死ぬほど後悔した。でも戻ってきたんだ。お母さんの言った通りだったよ。ババアが何を言ったか知らないけど、早く3億振り込んで。円安で5億になったけど。はい？コーディネーターから話を聞いた時は1ドル110円だったけど、今は140円台だ。それでも5億まではいかないはずよ。この間何があった？世界では争いが起きて、自然災害もあった。嫌な病気も流行ったよね。それでいろんなものが高騰してるってニュースで見なかったか？そうかもしれないけど、そういうのもろもろ含めるとトータル5億らしい。嘘でしょ？コーディネーターの近藤さんだっけ？その人に相談してみたら？え？なんで知ってるの？お母さんに聞いた。お花抱えて病室まで来てくれたんだって。あれは。言い訳はいいよ。彼氏なんだろ。違う。慰謝料払いたくなくて認めたくないのはわかるよ。でも5億も5億200万も大して変わらないだろ。本当に私に移植費用を払わせる気？自分の体だろ。君以外の誰が払うんだ。離婚したとはいえ元家族でしょ。半年前のことだから忘れちゃったな。じゃあ5億貸して。ごめん、もうないんだよね。じゃあ3億でいい。あとはどうにかする。それもないんだ。はあ？3億は確実に持ってたよね。新しく会社立ち上げたんだよ。それで結構使っちゃって。ありえない。私が困ると分かっててそんなことするなんて。家族だから無条件で3億出そうと思っただけ。でも今はただの他人。出す意味あるかな？でも他人の面倒を見るほど余裕があるわけじゃないんだ。うちの優秀な副社長もほっときなさいって言ってくれてるし、
誰のことよ。知らないやつの話なんてしないで。君のお母さんだよ。え？うちの新会社の役員として来てもらったんだ。ちょっと待って、何がどうなってそうなるの？君のことでお母さんに連絡した時に随分と救われた。まっすぐで人を思いやる気持ちがあったかくて、こういう人に社員を育ててもらったらすごくいいんじゃないかって思ってね。あのさ、60過ぎのババアよ。年齢は関係ないし、ババアなんかでもない。仕事にもやりがい感じてくれてすごく生き生きしてるよ。何を勝手なことしてくれてんのよ。そういうわけで俺たち忙しいんだ。道理で最近お母さんが全然病院に来ないと思ったら。移植費用のことは近藤さんにお願いしたら。彼にお金なんてないわ。そんなはずはないよ。だって奥さんの実家は超大手企業だし、そこの子会社の社長やってて、お金ならどうにでもできるはずだよ。そうなの？ちなみに近藤ってのは婿に入る前の名字で、現在は同名字。え？まさかあの同名字グループ？探偵の調べによるとそうらしいよ。でかしたわ。は？浮気の慰謝料200万？そんなもんでよければ払ってやるわよ。それよりこの情報をくれたことの方がありがたい。これで助かる。ありがとう。近藤さん助けてくれるといいね。違うでしょ、道明寺さんでしょ。この際既婚者でもマスオでも何でもいいわ。あーよかった、あんたよりでっかい ATM ゲット。いや、近藤さんに戻ったんだよ。何の話？婿養子のくせに浮気したのが奥さんにバレて、家も会社も追い出されたんだって。嘘でしょ。ごめんね、俺が近藤の奥さんに余計なこと言っちゃったから。なんでチクるの？道明寺秋とは大学のサークルで同じだったんだよ。何その漫画みたいな偶然。意外と世間は狭いんだな。こういうことはよくある。じゃあ今の近藤は無価値ってこと？君がお金にしか価値を見出せないならそういうことになるね。どうしよう、終わった。悪いけど終わろうと始まろうと関係ないんだ。いちいち報告しなくていいから。あなたそれでも人間なの？と言いますと？今目の前にこんなに困ってる人がいて、見捨てることができるのかって聞いてんの。うん。え？だって世界中には君よりももっと苦しい思いをしてる人がいるけど、俺には全員を助けてあげることなんてできないだろ。そんなの当たり前でしょ。だから目の前にいる私だけでも。今俺の目の前にいるのは大事な社員たちだ。離婚するタイミング間違えた。手術が成功したら彼とアメリカをゆっくり楽しむ予定だったんだろ。それで俺が同行するのが嫌で早めに離婚切り出したんだよな。なんで知ってんのよ。俺が道明寺秋の友達だって誰かに聞いたらしくて、復縁したいから協力してほしいと近藤がわざわざ頼みに来たんだ。マジ？元妻とはいえ浮気男の分際でよく来れたよな。追い返すと同時に慰謝料請求できたから助かったけど。宗介、私と再婚して。いいよ。本当？移植費用を出さなくていいなら。だったらしないわ。ふざけんなクソが。口も根性も悪いね。今までよく隠せたもんだよ。絶対にお金集めて生き残ってやる。覚えてなさい。待ってます。後日談。晴美はその後も薬や人工心臓などで対症療法をしながら移植を夢見ているようです。治療費に関してはご両親が出してるそうですが、さすがに5億も出せるはずもなく、クラウドファンディングの行方を見守るしかない状態でした。しかし思ったよりお金が集まらず、諦めきれない晴美はネットで知り合った男性複数名に詐欺を働き、書類送検されたそうです。病院のベッドで叶わぬ移植を夢見る日々はどんな感じなのでしょう。想像もつきません。先日移植を希望している小さなお子さんのクラファンに2000万円ほどですが寄付させていただきました。生きるべき人が生きた方がいい。僕はそう思います。新しい会社も順調で、社長の俺よりも人気な副社長に嫉妬しつつ頑張っています。
不妊で一層も残せない息子夫婦に夫の遺産は一円も渡さない。お父さんの葬儀中に追い出すなんて何考えてるんですか。うるさい、遺産狙いのハイエナは帰れ。私はともかく夫まで、龍馬は実の息子なのに。あんたたちに夫の葬儀に出る資格はない。お父さんには仕事の件で面倒見てもらったので最後にお見送りしたいんです。そんなのあの人は望んでないわ。勝手に決めないで。うわ、スタッフと揉めてるわね。みっともないからやめなさい。なぜか入れてくれない。何か吹き込みましたね。ええ、香典狙いの泥棒夫婦だって。そんなことするわけないでしょ。何なんですか。あんたたちに遺産を奪われないようにするためよ。何をしでかすかわからないからね。さっきも言ってましたが、まさか本気で遺産を総取りする気。そうよ、夫が義父から相続した6000万は全部私がもらうから出て行け。私たちはただ最後のお別れをしたいだけなんです。嘘つけ、不倫のくせに遺産をもらおうなんてずうずうしい。それにこんな嫌がらせしても何の意味もないですよ。どういうこと。遺産の分配は配偶者と子供で半分ずつ分けるように法で決められています。何ですか。情弱ってあんたみたいなことを言うのね。そんな常識知ってるに決まってるでしょ。だったらなぜこんな意味がないことを。遺言書に遺産は全部妻だけに渡すって書いてある。だからそんな法は適用されないの。嘘。正真正銘夫の字よ。筆跡鑑定してもいいわ。でも遺留分を請求すれば保証される分はもらえるはず。そんなに遺産が欲しい。がめつい女ね。そういうわけじゃないです。ただこんなのお父さんの意思とは思えなくて。夫は息子なんてどうでもよかった。それだけのこと。違う、龍馬のこともすごく大事にしてた。でも遺留分は邪魔ね。息子に相続放棄するように伝えなさい。応じないと言ってます。昔は素直な子だったのに、嫁のクズ菌が息子にも感染したのね。それならあんたたちの会社に嫌がらせをして退職まで追い込むわ。え？あんたたち世帯年収は700万だったわよね。つまり10年後には7000万。はい。もらえる遺産は3000万。どっちを失う方が損するか猿でもわかるわよね。それはお母さんが余計なことをするからでしょ。私は本当にやるわよ。退職させるまで徹底的に会社に迷惑かけまくってやる。やめてください。夢を応援してくれたお父さんが私のために紹介してくれた会社なんです。建築家とか男がやる仕事でしょ。だから不妊なのよ。女性ホルモンが全滅しちゃったんじゃないの。関係ありません。ほんとあんたにはがっかりしたわ。私は小さい子が大好きだから、孫が生まれる日をどれだけ心待ちにしていたか。それは申し訳ないと思ってます。あんたたちに子供が生まれたら奪って私の子として育てていく計画だったのに。は？実の息子がいるのに。龍馬も昔は可愛かったわよ。だけどもう30過ぎたヒゲ面のおっさん、気持ち悪いったらありゃしない。だからって孫を自分の子にするとか異常です。産めもしないくせに大口叩いてんじゃない。でも家作る前に子供作りなさいよ。女として欠陥品の人間が作った家なんか怖くて住めないわ。そこまで言うなんて。今までは家にお金を入れてくれてたから住まわせてやってたけど、遺産が入ったらもう用済み。出て行けということですか。そうよ、二度と私の前に現れないで。わかりました。私たちもあなたのような人と暮らしたくないのですぐに出て行きます。これで邪魔者は消えたわ。後で分けてって言っても絶対あげないからね。次の日、仕事道具がぐちゃぐちゃ。どうしてくれるんですか。何度もチャイム鳴らしてんじゃないわよ。何のよ。昨日葬儀を追い出されて家に帰っても入れなかったから今日来たんです。あんたみたいな泥棒が入らないように鍵を変えたの。出て行けって言ったでしょ。荷物を取りに来ただけです。それなのに。そう思って全部出しといてあげたわ。私と夫の私物が庭でめちゃくちゃに散乱してますけど。家に入ってこられたら何されるかわからないからね。こっちはか弱い年寄りなの。か弱い。
どこが？何？わざと壊れるように2階から叩きつけてますよね。それもすごい力で。そういえばストレスが溜まってたから発散したかも。私の仕事道具もめちゃくちゃ、計測器具もノートパソコンも壊れてるし、設計図に至ってはビリビリに破かれてる。ああ、あの落書き？落書きじゃないです。この家だって設計図を元に作られてるんですよ。そんなものよりあんたは人生の設計でもしなさい。子供を産めない女の老後は悲惨よ。そもそもこれらは会社のものなんです。何十万もするのに。そんなものを家に持って帰ってくるあんたが悪い。汚いものを置きやがって。納期が迫ってたので家でも仕事してたんです。仕事を家に持って帰るなんてよっぽどノロマなのね。やめた方がいいんじゃない？勝手なこと言わないでください。なんでこんなことを。あんたたちとはもう縁切ったんだし、自分の家に他人のものがあるなんて気持ち悪いでしょ。だからってこんなやり方。龍馬も怒ってますよ。ああ、いたの。連絡ずっと拒否してますよね。あの子うるさいからね。でもあんたは反応面白いから今のところ拒否しないでいてあげてるの。人をからかって楽しいですか？人だと思ってないもの。あんたは私のための腰をかすめとるハイエナよ。遺産狙いで戻ってきたことはバレバレ。違います。いつまでも泥棒が庭にいたんじゃ安心できない。さっさとそこのゴミ持って立ち去りなさい。数時間後。どうなってるの？弁護士が私に遺産相続の権利がないなんて言うのよ。でしょうね。は？だってお母さん離婚してますよね。それが何よ。配偶者じゃないのにもらえるわけないでしょ。だから遺言書があるの。遺産を全部私にくれるって約束で離婚してあげたんだから。お父さんにやられましたね。え？遺言書って複数ある場合最後に書いたものが優先されるって知ってました？どういうこと？私は1枚しか預かってないわよ。龍馬宛てに隠してたんです。は？お父さんが亡くなるちょっと前に本当の遺言書の隠し場所とそこの鍵を龍馬に預けました。もしもの時は開けてくれと。そんなの聞いてない。そりゃそうでしょう。お父さんはあなたに知られることを恐れていました。だから2人が離婚してたことも私たちは知らされてませんでしたから。なんて書いてたの？遺産は全部龍馬に渡す。嘘よ。偽物に違いないわ。公正証書遺言なので紛れもなく本物ですよ。そんなものいつの間に。入院する前に作ったようです。手紙に事情も詳しく書かれてました。お父さんに随分ひどいことをしていたようですね。私は何もしてないわ。毎日毎日お父さんに向かって死ねとかくたばれとか言い続けたようで、そのせいでだんだん弱っていったと書かれています。私のせいだって？お父さんが死んだのは病気が原因なのよ。言霊ってご存知ですか？聞いたことはあるけど。ある実験でゆで卵を2つ用意して、一方にはプラスの言葉、もう一方にはマイナスの言葉をかけ続けたそうです。それで1ヶ月後にはプラスの言葉をかけ続けた夢卵は白いカビが生えてましたが、いい香りがしていました。もう一方はどうなったと思います？同じ環境に置いてたなら結果も同じでしょ。途中で破裂し黒いカビが生えて強烈な悪臭がしていたそうです。だから何よ。言葉には力があります。毎日毎日罵声を浴びせられると人だって弱っていくんです。そんなスピリチュアルな話信じないわ。確かに根拠はありません。だけどあなたはこうも言ってたらしいですね。え？大金を手に入れるなら宝くじ買うより夫を葬る方が簡単だって。そんなことまで。遺産があなたに渡ることをお父さんはどうしても阻止したかったんです。私は妻なのよ。もらう権利がある。だから離婚したんですよ。もちろんそのままあなたが応じてくれるわけないので嘘の遺書を預けた。そこまでするなんて何の嫌がらせよ。あなたが大金を手にしたら私利私欲のままに使いろくなことにならないと思ったのでしょう。じゃあ私に入ってくる遺産はゼロです。そんな。そうよ、離婚したんだから財産分与がもらえるはず。だから半分は私のものよね。は？
情弱ってお母さんみたいな人のことを言うんですね。お二人の共有財産は半分もらえますが、特有財産は対象外ですよ。何それ。6000万ってお父さんが相続したものでしょ。それは遺産相続でできても財産分与はできません。だったら遺留分、保証されてる分はもらえるんでしょ。赤の他人のあなたにその権利はないんです。じゃあ私はこれからどうしたらいいのよ。遺産が入ってくると思ってたから貯金も残ってないの。まだ60歳ですし、働くなり節約なりすれば最低限の生活はできるでしょう。違う、ダメなの。え？もう2000万使っちゃった。嘘でしょ、手にしてないのにどうやって。待ちきれなかったから借りた。普通の消費者金融は貸してくれなかったから、やばいところから遺産が入ってくるって言って借りたの。すぐに返してください。利子がやばいことになりますよ。もう無理、別荘買ったから1円も残ってない。はあ？老後は沖縄に別荘を建てて過ごすのが夢だったの。どうせ夫が死ぬの分かってたから、もう完成間近。なんてこと。とりあえずそこは売ってください。いやよ、そんなの損するじゃない。じゃあどうするんですか。龍馬に分けてもらう。絶対嫌だと言ってます。龍馬に連絡取れない、拒否解除してて。お願いして。母さん、 LINE 変わってもらった。龍馬なの。私が大ピンチなことを知ってるんでしょ。ああ、だったら助けて。6000万の遺産からたった2000万分けてくれるだけでいいの。お前みたいな人間のゴミの腹から生まれてきたことが俺の一番の汚点だ。え？俺はいろんなことを教えてくれる父さんが大好きだったんだ。尊敬してたし、長生きしてほしかった。もういない人のことを言っても無駄よ。それよりも生きてる私を大切にするべきでしょ。俺の中で母さんはもう死んでるから。何言ってるの。父さんの葬儀さえも参加させてくれないような親、親とは思えない。一生恨む。そのことなら謝るわ。たった二人の家族なんだし許してよ。俺の家族はお前じゃなくて祭りだけだ。でもその女は子供も産めない不良品女なのよ。私の方が大事でしょ。お前みたいな子供が産めるゴミ女よりも祭りの方が比べるのもおこがましいほど素晴らしい。母親に向かってなんて口聞くのよ。だから母親とは思ってないって。30過ぎのヒゲ面おっさんはここらで失礼するわ。永遠にさようなら。ちょっと待って。じゃあ私もそろそろ失礼します。どうせあんたたちが大金を手にしたところでろくでもない使い方するくせに。そんなつもりはないです。子供もいないのに必要ないでしょ。それよりも余生少ない私が使う方がずっと有意義よ。ほとんど寄付に回しますから。え、なんで。お父さんの意思です。貧乏な国のどうせ放っといても死ぬような奴らに金を渡すってこと、くだらないことに使うんじゃないわよ。あなたの別荘に比べたらずっと価値があります。絶対にダメ。私に寄付しなさい。強欲ババアに寄付するほど無駄金はないですよ。あ、でも私たちの私物を壊した賠償金は請求しますね。え、会社からも器物損壊で訴えられるので頑張って払ってください。そんなの無理よ。ちなみにその家も龍馬が相続したので今日中に出て行ってくださいね。じゃあ本当に失礼します。待ちなさい。じゃあ私の別荘たまに貸してあげるのでどう。ねえ。後日談。義母は器物損壊の賠償金210万と借金2000万を抱えたまま家を出て行きました。結局別荘も売る羽目になり、残りの借金返済のため金融会社のヤクザに紹介された辛い仕事を住み込みでやらされているそうです。おそらく死ぬまで働くことになるでしょうね。自分の欲望のために他人を蹴落とした末路は悲惨なものです。私と夫は義父から相続した家で暮らしています。子供が大好きな方だったので遺産は子供支援に回しました。きっと喜んでくれると思います。そして嬉しいことに私の妊娠が発覚。義父に見せてあげられなかったことが悔しいですが、生まれたら一緒に墓参りに行こうと思います。
私が高級鳥の旦那捕まえたのそんなに妬ましい？カリン、いきなりどうしたの？自分は仕事ばっかで相手いないから、私が専業主婦なの羨ましいでしょ。そんなこと思ってないけど、ねえ、本当にどうしたの？無理しちゃって。まあそうよね。仕事ばっかりな彩香には、私みたいに一流企業のエリートなんて捕まえられないもんね。ちょっとさっきから何なの？一体何の話してるのよ。今日の彩香のムカつく態度はそういう理由でしょってこと。ムカつく態度って、私何か気に障ることしちゃった？それなら謝るよ。ごめん。あのさ、私結婚したのよ。分かってる？もちろん分かってるよ。結婚式も行ったじゃない。その時にあまり話せなかったから、今日は改めてランチしたんでしょ？だったらなんでもっと私の話聞かないの？え、ちゃんと聞いたよ。仲良く過ごすためにどうするかとか、旦那はどれくらい稼いでるかとか、子供は名前考えてるとか聞くことあるでしょ。そんなの突っ込んで聞けないよ。カリンが言いたいなら全然聞くよ。親友なら自分から聞くの。そんなこと言われても。彩香は独身なんだし、いろいろ聞きたいはずじゃない。なのに聞いてこないってことは、素敵な旦那と素敵な結婚した私を悲願でるんでしょってこと。違うよ、そんなこと思ってないから。どうだかね。本当は羨ましくて羨ましくて仕方ないんじゃないの？だから聞きたくないだけでしょ。だから違うって。なんか必死に否定するところとか余計に怪しいんですけど。いくら自分が結婚できないからって独身がひがみ根性丸出しとか痛すぎだって分かってる？思ってないって言ってるのに。はーい、強がりオツでーす。なんなのよ、結局私が何言ったって信じる気ないじゃない。だって結婚祝いも大したことない安物よこしたし、私の結婚はその程度ってこと？そんなに私が幸せになるの嫌？どうしてそうなるのよ。さすがにそれはひどくない？安物渡される方がひどいでしょ。今日だって彩香の職場とか趣味とかどうでもいい話聞かされてさ、退屈すぎて寝そうだったわ。どうでもいいって。余計な話で私が話す時間を使うとか許されないから、私の話聞かなかったお詫びくらいしてもらわないとだよね。高級ディナーおごるとかさ。ちゃんと話聞いたのに。人の話聞かないのはカリンの方じゃない。高校の時からいつもこんな感じで。は？何それ、そんな風に思ってたの？陰で私のことバカにしてたってわけ？バカになんてしてないよ。してるじゃない。彩香が私のことをどう思ってるかよーくわかった。違うってば、どうしてそうなるの？違うって言うなら今度は高級ディナーおごりなさいよ。あ、それと結婚祝いも買い直し。買い直しって、やっぱり最新家電よね。あとは高級家具とか、あ、ブランド物でもいいわよ。結婚祝いの域超えてるでしょ。それができないなら彩香は親友を陰で笑うケチなやつだってみんなに言いふらしちゃうから。そんなのまるで脅しじゃん。は？親友として当然のことをやってって言ってるだけだけど。もういいよ、悪いけどもう付き合いきれない。もう連絡取る気もないし、みんなに言いたいなら勝手にして。どうぞお幸せに。あっそう、別にいいわよ。後悔したって知らないからね。私は彩香、26歳の会社員です。仕事は楽しくやりがいがありますが、何かと忙しい日々を送っています。今 LINE を送ってきたカリンは高校時代の友人です。昔から自慢話が大好きで、とにかく話が自分中心でなければ気が済まず、思い通りにならなければ不機嫌に。それでも一緒にいて楽しかったし、行動力があるなど私にない部分は素直に尊敬もしていました。それに大人になればカリンも変わるだろうと思っていたのですが、まさかここまで変わっていないとは。勢いで言った縁切り宣言後、仕事で忙しい日々を送る中でカリンとのことなど忘れかけた頃、久しぶりに来た LINE を見て、私はあのセリフの意味を知ったのです。2ヶ月後。あんたの彼氏もらっちゃった。え、カリン、いきなり何なの？連絡取る気ないって言ったよね。まあいいじゃない、ちゃんと報告してあげてるんだから。意味わかんないんだけど。
でも彩香も水臭いよね。彼氏がいるってことも私に何も言わないんだもん。カリンに関係ないじゃない。関係あるわよ。その彼氏をもらったってさっきから言ってるでしょ。だから意味わかんないって、ていうかなんで知ってんのよ。ちょっとね、私はさ本人の口からちゃんと聞いた方がいいって思ったんだけど、彩香がかわいそうだし言っちゃった。何それ、まさか本気で言ってる。だからそうだって、ショックなのはよくわかるよ。信じられないよね。でも本当なの。彼ったらちょっと声かけたらすぐ私のこと大好きになっちゃって。彼はそんな人じゃない。私は絶対信じないからね。現実を受け入れなよ。あんたの大好きな彼氏はもう私のものなの。ありえない、私は彼を信じてるから。信じるとか、もう裏切られてるのに。疑うなら連絡してみなよ。なんで連絡つかない。ほらね、事実だって分かったでしょ。けなげな彩香ちゃんには特別にこれも見せちゃうね。え、これって。これで分かったでしょ、あんたの彼氏が私のものだって。なんでこんなこと。彩香が私の言うこと聞かないからよ。どういうこと。今までずっと私の言うこと何でもはいはい聞いてたくせに、いきなり歯向かっちゃってさ。あんたは私に逆らっちゃダメなの。何よそれ。私は何もかもあんたより上じゃなきゃいけないの。他の友達もあんたもみんな私の機嫌だけ取ってればいいのよ。ひどい。私からしたらひどいのはそっち。ま、私の旦那よりハイスペックな人と付き合ってたことには感謝するけど。私に対してもひどいけど、これ立派な浮気じゃない。旦那さんに対してはどうなのよ、罪悪感とかないわけ。さらに有料物件と再婚できるのに、そんなものあると思う。どう、悔しいでしょ。せっかく私よりいい旦那が手に入るところだったのにね。カリン本当に最低だね。なんとでも言えば、一人ぼっちの負け組さん。寂しく生きていけばいいのよ。じゃあね。1ヶ月後。彩香、見て見て、こんな素敵な場所に連れてきてもらったのよ。初めて彼女を連れてきたって言われちゃった。愛されてなかったんだね、かわいそう。で、独身の寂しい生活はどう。ねえカリン、その人って誰。は、あんたの元彼でしょ。その人のことは知ってはいるけど、元彼じゃないわよ。は、意味わかんない。ついに頭おかしくなった。だって私の彼は今まさに私の横にいるもの。はいはい、そういうのいいから。本当よ。あと言っておくけど、その写真の人はただの同僚だから。え、同僚。彼氏がいるって言っても結構しつこくしてくる人でね、飲み会の時に店でも外でも肩を抱こうとしてきたりして、正直困ってたの。それよ、私あの LINE をした後に居酒屋で仲良さそうなあんたたちを見て。ああ、そういえば彩香とランチした後からあまり絡んでこなくなったっけ。そういうことだったのね。じゃあこの人は本当に彩香の彼じゃないの。そうよ、しかも私の同僚だから。正直カリンの旦那さんよりお給料は低いと思うけど。そんな、彼起業してるって。ていうか、この前写真送った時になんで言わないの。だってカリンは自分の話を聞いてほしいんでしょ。余計なこと言ったらダメかなって。それはそうだけど。カリン、この前最低って言ったけど、今回のことは感謝するわ。おかげで寿退社するまで平和に過ごせたから。え、寿退社。うん、今は旦那と一緒に海外で生活始めたところ。海外なんで。旦那の仕事の都合よ。海外の支社に行くことになったから、結婚してついてきてほしいってプロポーズしてもらったの。そんな。この前こっちで式も挙げたよ、写真見る。本当だ、違う、あれ、でも彩香の旦那さんなんか見たことある気がするんだけど。そりゃそうよ、私の旦那カリンの結婚式にいたもの、新郎の同僚として。え、同僚。嘘でしょ。そんな嘘ついてどうするの。同期で良きライバルなんだって。写真とか確認してみたら。本当にいた。それで彩香の旦那の方が
海外勤務になったの？そうよ。カリン風に言うなら私の旦那の方がハイスペックだったってことかな。は？何よその言い方。私をバカにしてるの？本当は言いたくないわよ。でもカリンはいつもそうやって誰かと比べるから同じようにしただけ。ふざけんな。それは私だけができることなの。あんたが私より上に行くのも私を見下すのも許さないから。そうやって人をバカにしてるのはカリンの方じゃない。もう子供じゃないんだよ。うるさいうるさい。あんたは一生私を見上げて生きるって決まってるの。一生格下なんだから。本当にひどいね。まあいいや、もう友達じゃないもんね。当たり前でしょ。あんたなんかと友達なんてやってられないわよ。私はいいけど、旦那さんとはしっかり話しないよ。なんで旦那が出てくるのよ。言ったよね、私の旦那とカリンの旦那は同じ会社で同期だって。カリンの浮気のことはきちんと伝えておくから。は？なんでよ、やめて。もう大人なんだから自分がやったことの責任はきちんと取らないとね。やめてってば。ねえ彩香、私たち親友でしょ。 LINE のこと怒ってるんなら謝るからさ、お願い、旦那にだけは言わないで。あれ、さっきそんなのやってられないって言ってたのに。あんなの勢いで言っただけよ。彩香は友達が不幸になるようなことをしないよね。悪いけど旦那さんにはとっくに全部報告済みなの。浮気のことも含めて全部ね。え？これでカリンから逃げられますってずいぶん感謝されたけど、あんな素敵な旦那さんにまでひどい態度取ってたんだね。旦那がそんなことを？うん、旦那さんの幸せな人生を取り戻せたみたいでよかったわ。さて、そろそろいい？主婦もいろいろ忙しいのよ。彩香、お願い助けて。今旦那からめっちゃ連絡来てるの。全部勘違いだったって言ってよ。私だって彼に騙されてたのに。それはお気の毒だと思うけど、大人なら責任は自分で取ってね。お相手の同僚妻子持ちだから思ってる以上に大変だと思うけど、海の向こうから応援してるわ。じゃあね。は？妻子持ち？ちょっと彩香、本当に？彩香ってば、嘘だよね。ねえ返事してよ。後日談。私はすぐにカリンをブロック。電話も来ましたが当然着信拒否。後日旦那さんから証拠提供のお礼と無事に離婚したと報告がありました。カリンは普段から旦那さんの容姿や収入など様々なことを他人と比べる言動を繰り返していたらしく、旦那さんは疲れ果てていたそうです。友人たちも今回のことをきっかけに一斉に離れていき、親からも感動。昼も夜も必死で働きながら慰謝料を支払うだけの生活をしているらしいと噂程度に聞きました。私は旦那と二人支え合いながら幸せに暮らしています。そしてもうすぐ家族が一人増える予定です。どんな理由があろうとカリンの行いは絶対に許されることではありません。カリンが少しでも反省していることを元友達として少しだけ願っています。うちの人が倒れたの。新婚旅行は中止して。え？お父さんが？明宏ちゃんは運転中でしょ。だからあんたに連絡したの。今どこにいるの？もう空港近くまで来てます。お父さんに何があったんですか？急に倒れて救急搬送されたの。海外に行ってる場合じゃないわよ。すぐ引き返します。お父さんの病状はどんな感じなんですか？どんなって、なんかすごく、なんかあれよ。なんかあれって何ですか？病状は医者が何かいろいろとあれだって説明してたの。全然わからないですけど。お父さん高血圧で通院してるからそれと関係してるとか？そう、そうだわ。そんな感じのことをあれこれ言ってた。ちゃんと聞いてなかったんですか？緊急だったから医者が説明は省いたのよ。いいから早く病院に来なさい。今 U ターンして戻ってます。どこの病院ですか？駅前の大学附属病院よ。え、それって義実家から車で30分くらいかかる場所ですよね。だったら何よ。徒歩5分の場所に県の総合病院もあるのに、どうしてそんなところに？総合病院は救急の受け入れがいっぱいだったの。そうですか。だから駅前の病院に運ばれて即手術になったわ。緊急手術するのに医者が病状の説明を省いたんですか？しつこいわね。そうだって言ってるでしょ。あの
お父さん本当に搬送されたんです？当たり前でしょ、私のこと疑ってるの？疑ってるというか、さっきからいくつか腑に落ちなくて。もしかしてあんた全部嘘ってことにして旅行に行くつもりじゃないでしょうね？そんなんじゃないです。ただお母さんは私たちの結婚に反対していたし、もしかしたらと思って。そうやって私のせいにして、本心ではお父さんがくたばればいいと思ってるんでしょう。なんでそうなるんですか？違います。いいえ、きっとそうよ。あの人がいなくなったら息子に遺産を相続させて合流するつもりなんだわ。縁起でもないですから、いなくなる前提で話をしないでください。そんなこと言って今更取り繕っても無駄よ、このメギツネが。お母さん、ちょっとヒートアップしすぎだよ。私は至って冷静です。そもそも女のくせに結婚しても仕事を辞めないなんておかしいと思ってたのよ。今私の仕事の話は関係ないじゃないですか。関係大ありよ。お父さんがいなくなって秋広ちゃんが遺産相続したら、それを使い潰してさっさと離婚するんでしょ。はい？離婚しても生活できるように秋広ちゃんの意思を無視して仕事をしてるのね。仕事を続けることは秋広さんも賛成しているって結婚の挨拶の時に話しましたよね。あんなの嘘よ。あの子は専業主婦の私を見て育ったんだから。それと私が仕事を続けることと何の関係が？私は専業主婦の鏡よ。だから奥さんには私のような人を選ぶはずなの。秋広さん、私が仕事してる姿が好きだって言ってくれてますけど。あの子は30歳になって焦って盲目になってるのよ。そのせいで毒でもない事故物件に取り入れられてかわいそうに。事故物件って、それはひどいと思います。顔は金太郎飴の失敗作で、おまけに警備会社勤めでしょ。もう救いようがないわよ。顔はともかく、警備業の何が悪いんですか？警備服着てデパートで突っ立ってるだけなんて猿でもできるじゃない。それを仕事だなんてね。え、店舗の警備も立派な仕事です。まあうちの会社はそれ以外もやってはいますが。あんたの父親が経営してる会社の仕事なんて、どれも取るに足らないような仕事なんでしょうね。そんなことないです。ここ数年業績も上がってて需要はたくさんありますよ。ホームレスから段ボール屋敷の警備依頼でもあるのかしら。報酬は残飯？秋広さんも転職して同じ会社で働いてるっていうのに、よくそこまでこき下ろせますね。私は転職なんて認めてないわ。せっかく大企業で働いたのに洗脳して引き込むなんて。彼が私の仕事を見て自分もやりたいって言ったんですよ。やっぱり30歳になって周りが見えなくなってるのよ。早く目を覚まさせてあげなくちゃ。どういう意味です？いえ、なんでもないわ。ところでちゃんとこっちに向かってるんでしょうね。ちゃんと向かってますから。今はお父さんの容態はどうなってますか？それはほら、とりあえずやばいわ。手術中のやばいって何です？手術は今さっき終わったの。でもなんだかやばいわ。何ですかそれ。いいから、あんたたちは余計なこと考えず病院に来ればいいのよ。私の名前はさくら、29歳。30歳の秋広さんとは3ヶ月前に結婚したばかりで、この度新婚旅行に海外へ行く予定でした。しかしお母さんから突然の連絡で旅行は中止に。義母の美智子さんからは結婚当初からチクチクと嫌味を言われたり、手土産を捨てられたりと嫌がらせをされていましたが、これから打ち解ければいいと思い、夫には何も話していませんでした。それもあって今回の連絡ももしかしたら嘘なのではと思ったのですが、本当だと信じることにして病院へ向かいました。しかし私の不安は的中。全てはお母さんの卑劣な策略だったのです。2時間後。ちゃんと病院に着いてるんでしょうね。着いてますけど、一体どうなってるんです？何が？病院の職員は救急で運ばれてきた人も手術中の人もいないって言ってるんですけど。でしょうね。でしょうねって全部嘘だったんですか？全部じゃないわ。お父さんが腹痛で受診したのは本当よ。ただの食べ過ぎだったけど。じゃあさっきからお父さんに連絡しても繋がらないのは？あの人のスマホは電源切って隠してあるから、どれだけ連絡しても無駄よ。そうですか。とりあえずお父さんが無事でよかったです。でもなぜこんなことを？あんたが秋広ちゃんの嫁なんて認めてないからよ。だからってここまでするなんてひどすぎます。
これくらいしないと秋色ちゃんの曇った目が覚めないでしょ。それで新婚旅行を潰せば彼の気持ちが変わると？旅行がダメになればこの嫁とはダメだ、離婚しようって思うわよ。私たちそんな軽い気持ちで結婚したんじゃないですから。そう思ってるのはあんただけ。間もなく不敵な嫁のもとに嫁捨て場への直行便が到着しますなんてね。全然面白くないです。このセンスがわからないなんてつくづく嫁失格ね。お母さんのセンスはともかく、今からお宅へ向かいますからきちんと話しましょう。あんたと話すことなんてないわ。私は友達とランチに行くから。お父さん、食べ過ぎとはいえ病院に行くほどだったんですよね。置いて出かけるんですか？子供じゃないんだし、また具合が悪くなったら自分でどうにかするでしょ。そんな適当な。それよりうちに来るなら掃除をしときなさい。は？数ヶ月前にリフォームしてから掃除が面倒になったのよ。だから新婚旅行の代わりにやっといてちょうだい。旅行の代わりが掃除なんて全くもって意味不明です。つべこべ言わず離婚前に最後の義実家孝行なさい。家中をピカピカにしないと承知しないわよ。数時間後。ちょっとどういうこと？全く綺麗になってないじゃない。掃除してませんからね。離婚前に義実家孝行の一つもできないなんてとんだ外れ嫁ね。それはすみません。なぜかお父さんもいないし、体調不良のくせにどこに行ったのかしら。お父さんなら先ほど眠りにつきました。え、それどういうこと？そのままの意味です。そんな、まさか体調不良はただの食べ過ぎだったはずなのに。そうですね。もしかして食べ過ぎたせいで高血圧が急激に悪化して。あの、お母さん。もうそれならそれでいいわ。は？あの人にはたっぷり保険金かけてあるし、くたばったならバンバン剤ね。お母さん、ずいぶんと楽しそうですけど勘違いされてますよ。え？お父さんはただ寝てるだけです。寝てるだけ？くたばったんじゃないの？違います、夜行バスで寝てるだけです。は？なんで夜行バス？新婚旅行を国内に変更してお父さんも招待したんです。誰がそんなことしていいって言ったのよ。安心してください、お父さんの体調はすっかり良くなってますから。そこじゃないわ。私置いてくなんて何考えてるの？お母さんはランチに行ってましたし。連絡くれたらすぐ帰ったわよ。秋広ちゃんだって私と一緒に旅行したがってるでしょ。浮気してる母親と旅行したい息子なんていないでしょ。え？あなたが行ったのはランチじゃなくて浮気デートですよね。ちょっといきなり何言ってるの？秋広さんが言ったんですよ。お袋にランチする友達なんていないと思うって。それで私ピンときました。あの子が知らないだけで友達くらいいるわよ。そうなんです。第一、たったそれだけのことで私を浮気女扱いするなんてバカじゃないの？じゃあその友達ってどんな人ですか？どうって普通よ。普通ってカエルみたいな平たい顔で青いスポーツカーに乗ってるおじさまのことですか？え？的中です。ま、現場を押さえて証拠写真ゲットしてますから当然ですけど。現場ってどうやって？私がどこに出かけたかは誰も知らなかったはずよ。あなたのいそうな場所にメモ書をつけるなんて簡単ですよ。本職なんで。え？本職？うちの警備会社、探偵業も込みの会社なんです。何をわけのわからないこと。警備の会社が探偵業もやるなんて聞いたことないわよ。あまり知られてないだけで珍しいことじゃないですよ。そして私の専門は探偵です。嘘おっしゃい。あんたはデパートに突っ立ってるだけの無能な警備員でしょ。まあ人手が足りないと企業の警備とかもしますけど。ほら見なさい、秋広ちゃんはあんたが会社に警備に来た時に出会ったって言ってたわよ。確かにそうですけど、あくまで本業は探偵の方ですので。あんたの口から出まかせに騙されてたまるもんですか。そんなに言うなら秋広さんに聞いてみてください。彼は探偵をやりたくてうちの会社に転職したんですよ。秋広ちゃんが探偵ですって？彼はまだ見習いですが、あなたの浮気写真もうまく撮ってくれましたよ。秋広ちゃんが見てたの？ええ、あなたが男性とホテルから出てくるのバッチリとね。そんな。あと義実家にあるあなたのパソコンから大量の浮気デート写真も見つけてくれました。嘘でしょ。あんなもの保存するならパスワードくらいつけといた方がいいですよ。だってまさか見つかるなんて。いや違うの。は？
あの人はちょっと仲がいいだけの友達なのよ。そんな言い訳が通用するわけないでしょ。お父さんはあなたとは離婚するって言ってます。えっ、この旅行から帰ったらすぐ追い出して慰謝料を請求するそうです。そんなドラマみたいなことがあるもんですか。あんた私をからかってるんでしょ。まさか、大真面目です。ダイニングにお父さんの記入済みの離婚届があるでしょ。あ、本当だわ。じゃああの人本気で離婚する気なの？しかも慰謝料も。それだけじゃないですよ。私たちの本来の新婚旅行のキャンセル費用も払ってもらえますからね。なんで私がそんなものまで払わないといけないの？あなたの嘘でキャンセルになったんだから当たり前です。全額負担で払ってくださいね。離婚しても財産分与するほどのお金なんてないし、慰謝料に旅行の費用なんてどうやって払えての？働いて払えばいいでしょ。ずっと専業主婦だったのにこの年で離婚されて、ましてや働くなんて。間もなくろくでなし姑のもとへ慰謝料返済労働への直行便が到着します。なんちゃって。全然面白くないわよ。くだらないこと言ってないで助けなさいよ。嫌です。離婚回避してくれたらあんたを嫁として認めてあげるから。もうすぐ赤の他人になる人に認められなくてもいいです。そんな冷たいこと言わないで。悪口言ったことは謝るわ。必要ありません。そんな風に突き放さないで。あなたはみんなから突き放されることをしたんです。旅行のことはちょっとしたいたずらだし、浮気は一時の気の迷いなのよ。どっちもそんなことじゃ済まされませんから、一人になって反省してください。老後はこれからなのに一人ぼっちで貧乏生活なんて耐えられない。自業自得ですね。それにあなたは神経ずぶといから余裕で耐えられます。そんな言い方あんまりよ。あなたが私に吐いた暴言よりマシです。今後は自分の過ちを恥じて心を入れ替えることですね。入れ替える、すぐに心を入れ替えるから待ってちょうだい。もう手遅れです。では私たちが帰るまでに出ていく準備がてら家の掃除でもしといてください。出ていくなんてごめんよ。お願い、ちょっと待って、捨てないで。後日談。その後元義母はすぐ離婚され家を追い出されました。義父は慰謝料の請求をし、私も新婚旅行のキャンセル料を請求しました。そこから元義母は速攻で浮気相手に逃げられ、一人ボラアパートで生活を始めたそうです。生活費と慰謝料を稼ぐために仕事をいくつも掛け持ちして、毎日ヘトヘトになるまで働いているんだとか。一方の私は義実家で義父と同居を始めました。義父は私を本当の娘のように可愛がってくれるので毎日楽しく暮らしています。私の元彼で一番ランクの低いお下がりと結婚なんて本気？東郷のこと？そうだよ。お姉ちゃんが結婚する相手の男の名前聞いて思わず笑っちゃった。アキナのことは東郷から聞いてるわ。姉のくせに妹が捨てた男拾うなんて、どんだけ男に飢えてんの？東郷は優しくて思いやりのあるすごくいい人よ。あんたにけなされる覚えはないわ。ブサイクで三流台での何の取り柄もない男だよ。暇つぶしに相手したけど、マジで退屈な男だったからすぐに捨ててやったの。やめた方がいいんじゃない？私にとってはとても素敵な人だよ。だからあんたに何と言われても結婚やめる気はないわ。やっぱブスって惨めだね。寄ってくる男いないからあんな底辺の男でも拾うんだ。そういう言い方はいくらなんでも彼に失礼よ。だって本当のことだもん。それに私は何を言っても許されるの。何なのよそれ。だって私は美人で毒も、周りにいる男もスペックの高いイケメンばっかり。ブスをけなすのは美人の特権。全然意味わからないわ。それはお姉ちゃんがブスだからだよ。だからあんな男と結婚するんだろうけど。人生捨てたの？私のことは放っといてくれない？誰と結婚しようとあんたにとやかく言われる筋合いはないわ。だって面白すぎるじゃん。姉が妹のお風呂拾って喜んでいるなんて、お姉ちゃんって私が生まれた時から負け組決定ってことだったんだね。あんたと競ってるつもりはないよ。負け惜しみっちゃって。まあ最初から勝負になんてならないもんね。さすがに毎日鏡見てたらブスって自覚くらいあるだろうし。そういうこと言ってるんじゃないわ。それ以外ないじゃん。
だからってあんなゴミ拾うなんてさすがに同情するわ。あんたにそこまで言われたくない。私は本当のこと言ってるだけ。お姉ちゃんももっと現実見れば。なんなら私の周りの男を誰か分けてあげようか。もうちょっとマシなのいくらでもいるよ。結構よ。私は東郷の人間性が好きなの。それってお姉ちゃんもあいつがブサイクだってことは認識してるってことだね。私は東郷の顔も好きだよ。信じらんない。何、お姉ちゃんってゲテモノ好き？あ、それとも似た者同士気が合うってことか。もうほっといて。あんたが結婚するんじゃないんだから、だいたい人の結婚相手に向かって言う言葉じゃないでしょ。私が何を言おうが私の勝手。私に偉そうにするな。お姉ちゃんって昔からムカつくわ。その程度の顔で私に意見ばっかりしてうざいんだよ。あんたが非常識だからよ。それに顔は関係ないでしょ。まだ分かってないんだ。女は顔なんだよ。だからお姉ちゃんにはあんな男しか捕まえられないの。ならもうそれでいいから関わらないで。私の結婚問題はあんたに関係ないでしょ。ブス同士お似合いだね。せいぜい仲良くしてね。私は香里、27歳、平凡な OL です。友人の紹介で知り合った彼が話しているうちに妹の元彼だったことが分かりました。でも人の良いその優しい笑顔に惹かれ付き合ってみたら、趣味も笑いのツボも一緒ですごく楽しくて結婚を決めたのです。両親も彼の人柄を気に入ってくれてとても喜んでくれていました。その両親は父が海外勤務になるとかで夫婦で海外移住を決めているらしいです。妹が何か言ってくるだろうことは分かっていましたが、初めから気にするつもりもありませんでした。結婚した私は仕事を続け、夫は家事もよく手伝ってくれるので、毎日はすごく楽しく結婚してよかったと心底から思っています。でもこの結婚があんな結果を生むことになるとは予想もしませんでした。3年後、ブサイク旦那の顔を毎日見る結婚生活はどう？よくあんな男と3年も一緒に暮らしてるね。おかげさまですごく幸せだよ。へえ。でももうそれも終わりだよ。どういうこと？私見たんだ、東郷の浮気現場。何わけわかんないこと言ってんのよ。あの人が浮気なんてするわけないでしょ。でも美人と一緒にいたの見たんだ。しかも昼間に。これって仕事サボって密会してたってことだよ。あの人今会社辞めて仕事してないから。は？え、何それ、あいつ今無職なの？まあそういうことになるけど。最悪じゃん。それで浮気されるなんて最低。そうじゃないわよ。私が捨てた男にまで捨てられるって、惨め通り越して人間終わってるって感じ？何も知らないで勝手なこと言わないで。だってそれしかないじゃん。あ、わかった。無職のニートになったからきっと金持ち女に乗り換えるんだよ。そんなわけないでしょ。何、私は夫を信じてますなんて臭いセリフでも言うつもり？もちろん信じてるわよ。バッカみたい。でもトンゴも案外やるわね。何言ってんの？ブサイクで大してお金も持っていないお姉ちゃんと一緒にいても将来がないってわかったんだよ。つまりお姉ちゃんに見切りつけたんだ。バカバカしすぎてあんたの相手なんてしてられないわ。ヨンがそれだけならあんたと話すことは何もないから。あ、待って待って、実は報告があるんだ。何？私結婚するんだ。ああ、そうなんだ、おめでとう。相手はね、大手企業のエリートだよ。まあ私くらいの女になるとそれくらいは当たり前だけど、お姉ちゃんとは大違いだよ。それは良かったわね。羨ましいでしょ。全くそうは思わないけど。相変わらず強気だね。本当は悔しいくせに。しかも彼の実家は超お金持ち。お父さんは大会社の社長なんだって。無職ニートのトンゴとは雲泥の差。ああそう。なんかリアクション悪いな。結婚式もね、超豪華にするんだ。モデル仲間もたくさん来るし。そうなんだ。でもお姉ちゃんは来なくていいから。え？だってお姉ちゃんたちみたいなブサイクで貧乏ったらしい夫婦が身内だなんて知られたら恥ずかしいし。そう思うなら行かないよ。あ、案外物分かりいいじゃん。やっぱり私とは住む世界が違うって分かってるんだ。そんなこと思ってないけど、あんたの結婚式だし、あんたが来るなって言うなら行かないよ。それに私今結構忙しいんで。分かった、
無職の旦那養わなければいけないから休む暇もないってことだね。そういう意味じゃないけど。まあ私の幸せを指くわえて羨ましがっててちょうだい。あ、お金に困っても私を頼らないでね。あんたなんかに恵んでやるお金はないから、あんたとは赤の他人ってことで。ああ、わかったわ。じゃあね。2年後。お姉ちゃん、ちょっと聞きたいんだけど。何？ずいぶん久しぶりだけど、あんたが結婚して以来だから2年ぶり？そんなことどうでもいいよ。それより東吾が起業したって本当？ああ、その話？こないだ雑誌のインタビュー受けてた記事見た。ああ、あれ見たんだ。なんか若手実業家の特集記事に東吾の顔が出てた。そうなんだよ。彼は取材なんて恥ずかしいとか言ってたんだけどね。どうしてもって言われて。じゃあ本当なんだ。そうなの。やった。大当たりだよ。え？我ながら人を見る目があったと思うよ。え、じゃあ返して。は？だって東吾はもともと私の彼だったんだから。何ふざけたこと言ってんのよ。彼は物じゃないのよ。私の方が先に目をつけたんだよ。後から取っていくなんてずるい。そういうの泥棒猫って言うんだよ。そんなの聞いたことない。あんたが捨てたんでしょ。違うよ。ちょっとお姉ちゃんに貸してやっただけ。でないとお姉ちゃんには一生男なんてできないと思って。でももう返してもらう。わけわからないこと言わないでよ。いいじゃない。東吾も浮気してたんだから、そんな男を私にくれてもいいでしょ。彼は浮気なんてしてない。あんたが見たのはきっと私の友達よ。コンサルタントをしている友人に彼を紹介したのは私だから。起業の相談に乗ってもらっていたの。え？あの頃は私も忙しかったのよ。彼の起業の手伝いをしていたから走り回っていて。だからあんたの結婚式には招待されなくて助かった。は？そんなこと一言も言わなかったじゃない。だってあんたは私たち夫婦のことになんて興味なかったでしょ。知ってたらあの時返してもらってた。そんなわけないじゃない。彼のことバカにしてたくせに。でも今は違うの。だから早く返せ。あんたにはイケメンの旦那さんがいるんでしょ。私は会ったこともないけど。あいつ浮気したんだ、この私がいるというのに。あら、そうなんだ。しかも相手が上司の奥さんで、会社もクビになるし、今じゃ無職の引きこもりニートだよ。それは大変だね。だから東吾と交換してあげるよ。何バカなこと言ってんのよ。でもうちの旦那、顔だけはいいから、普通じゃお姉ちゃんなんか絶対に相手にされない男だよ。だからいいじゃん。いいわけないでしょ。第一、あんたの旦那はお金持ちなんでしょ。あれは嘘だったの。あいつの親はただのサラリーマン。私は騙されたんだよ。あらあら、あんたって本当に人を見る目がないのね。だから私やっぱ東吾にする。とっとと返せ。そんなことできるわけないでしょ。人を何だと思ってんのよ。だって私の方がずっと美人でいい女なのに、なんでお姉ちゃんの方が幸せになってんのよ。そんなのってありえないでしょ。それはあんたが顔ばっかりにこだわってた結果でしょ。顔ばっかじゃないもん。金持ちだって言ってたんだから。結婚前は私の欲しいもの何でも買ってくれたのよ。それってお金使い放題だって思うじゃん。家が金持ちっていうのはどっちにしてもその人の力じゃないでしょ。そんなのに惑わされるなんてどうしようもないわね。あいつ借金までして散々貢いだから、取り返すまで絶対離婚しないって言うんだ。だからお姉ちゃんが引き取ってよ。私のお下がり好きでしょ。いつまでそんなこと言ってるの。私は私の目で見てあの人を選んだの。金持ちも貧乏も顔も関係ない。たとえあんたの元彼だったとしても私にはどうでもいいことなのよ。じゃあ私はどうなるのよ。そんなの私は知らないわよ。私を助けてよ。東吾はお金稼いでるんでしょ。私にくれても罰は当たらないわ。お姉ちゃんの今の暮らしは私が東吾を捨てたおかげなんだから。いい加減にしなさい。あんたには呆れたものが言えない。私みたいな姉がいたら恥ずかしいって言ってたわよね。お望み通り縁は切ってあげるから、金輪際私を頼ってこないで。そんなこと言わないで。お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。妹を見捨てたりしないよね。
あんたはあんたの選んだイケメンの旦那と末永く仲良くやっていくのね。無理だよ、私は顔よりお金だから。助けてよ、可愛い妹だよ、お願いします、助けてください。後日談。妹は結婚前に働いていたモデル事務所を頼ったようですが、旦那にたかられてげっそりとしてすっかり老け込んでいたので、昔の面影は見る影もなく、玄関先で追い払われたそうです。朝から晩までパートをしていたようですが、生活に困った挙句万引きで捕まり、両親はすでに海外生活をしていましたので、私に警察から連絡がありましたが、もちろん身元引き受け人は拒否しました。妹の旦那はひも化して妹から離れないそうです。何度も助けを求めてきましたが、当然断りました。夫は今の自分があるのは私のおかげだと言って、私をとても大切にしてくれています。これからも夫を支えて夫婦円満に暮らしていこうと思っています。イマルちゃんの婚約者とホテル行っちゃった。還暦前のおばさんに婚約者を取られた気分はどう？え、さすがに冗談ですよね。もうおばさんってば面白い。冗談じゃないわよ、ほらこれ。え、これってケイタ？しかもここってホテルに決まってるでしょ。冗談じゃなくて残念だったわね。さすがに何かの間違いですよね。だって私はケイタと結婚する予定で。ケイタ君って名前だっけ？あの子は私に本気になってるみたいだけど、私は本気になれないのよね。だって私がケイタ君を奪ったのは結婚するためじゃないもの。じゃあなんでこんなこと？それはね、イマルちゃんをマルオと結婚させるためよ。マルオっておばさんの息子の？それ以外誰がいるのよ。ほら、イマルちゃんってマルオと結婚の約束してたでしょ。確かにしましたけど、それは幼稚園の頃の約束ですよ。そんなのが未だに有効なわけがないじゃないですか。有効よ、いつ婚約破棄したの？してませんけど。じゃあまだ有効ね。なのにイマルちゃんってば、婚約しましたなんて挨拶に来て堂々と浮気するなんて信じられない。浮気じゃありません。マルオだって私と結婚する気なんてもうないと思いますよ。聞いてみなきゃわからないでしょ。それとも証拠でもあるの？マルオ、大学時代に彼女ができたって連絡してきたんです。さすがに私と結婚する気があるなら彼女ができたなんて連絡よこしてくるはずありません。男は解消って言うでしょ。本命以外にももう一人彼女がいるくらいがちょうどいいの。さすがにそれは時代錯誤だと思います。それに私、大学卒業してから丸尾が何をしてるのか知りません。就職してから連絡も取れなくなっちゃったので、何してるのか知らないほどの関係性で結婚なんて考えられません。じゃあ教えてあげる。マルオはね、自分の人生を自由に楽しんでいるのよ。お仕事は？確か同じ医学部に入ったって言ってた気がするんですけど。あの子は仕事に縛られないの。何もかも自分の思うままに生きてるのよ。それってつまりニートってことですか？さすがに自立してない人との結婚は難しいです。結婚したくないって言いたいの？でもね、マルオニートにしたのはイマルちゃんなんだからね。え？イマルちゃん、マルオと同じ医学部に入ったでしょ。順調に国家試験に受かって医者になって幸せそうでいいわね。でもね、そのせいでマルオはこんな風になっちゃったの。ちょっと言ってる意味がわかりません。女であるあんたに先を越されてショックを受けてやる気をなくしちゃったの。私が悪いんですか？当たり前よ。せっかくマルオを医者にしようと思ってたのに、私の計画が台無しよ。だからせめてあなたが責任を取ってマルオと結婚しなさい。嫌です。そんな理由でマルオと結婚させようとするなんて変ですよ。私をマルオと結婚させるために婚約者を奪うのもおかしいし。私の計画をぶち壊してマルオをおかしくしたのはイマルちゃんでしょ。早く責任を取りなさい。無理です。もう花江さんには嫌悪感しかありませんから。とりあえず私たちはこのまま婚約破棄することになると思います。後日慰謝料の請求の書類を送るのでよろしくお願いします。慰謝料？そんなの払うわけないでしょ。さっき花江さんから証拠を渡してきたんだから裁判までしますよ。自分の婚約者の職業忘れたの？弁護士よ弁護士。こっちには弁護士がついてるんだから慰謝料を払わなくてもいいように計らってもらうわ。あ、そうそう、またイマルちゃんに彼氏ができても私が奪ってあげるわ。マルオ以外の人との結婚なんて絶対に許さないから覚悟しておきなさい。
私はイマル、28歳。先月婚約したばかり。これから彼と幸せな家庭を築いていくのだと信じていた。しかし、今日になって幼馴染の丸尾のお母さんである花江さんから突然の略奪宣言。ご丁寧に証拠写真まで送ってくるという周到さ。この前、昔よくしてもらったし、数年前に旦那さんを亡くしたから寂しいって言ってたからと思って花江さんに婚約の報告に行った。その時、そうなの、幸せになれるといいわねって含みのある言い方をされたのが引っかかってたんだけど、まさかこんなことになるなんてね。私はすぐに浮気で婚約破棄。花江さんと婚約者の啓太に慰謝料の請求をした。しかし花江さんは慰謝料の支払いを拒否。仕方なく裁判を起こしたんだけど、裁判所からの呼び出しも無視された。連絡しても裁判の話をしたら連絡が途絶えるし、丸尾と結婚しろしか言わない。私は平行線をたどるばかりだった。数ヶ月後、何度裁判に呼び出しても無駄よ。私は絶対に慰謝料なんて支払わないからね。そろそろ慰謝料なんて諦めなさい。そんなに慰謝料が払いたくないならあんなことしなければよかったんですよ。だってそうしないとあのままイマルちゃんは結婚してたでしょ。イマルちゃんには丸尾と結婚してもらわなきゃいけないの。私の目的は婚約者を自分のものにするためじゃなくてね、イマルちゃんと丸尾を結婚させるためなんだから。なんでそんなに私にこだわるんですか。女の人は他にいくらでもいるじゃないですか。あなたじゃなきゃダメなの。だってイマルちゃんと丸尾が結婚したらご近所のみんなに自慢できるでしょ。は？お隣の鈴木さんの娘さんは弁護士になったっていうし、お向かいの田中さんの息子さんは飛行機のパイロット。うちの息子だけ何の自慢にもならないじゃない。小学校の頃は振動なんて言われたけど、今じゃニートよニート。何の自慢にもならないじゃない。花江さん、子供を何だと思ってるんですか。そんなのアクセサリーみたいなものに決まってるでしょ。育児っていうのは育成ゲームみたいなもの。子供の職業で自分の育児方法がどれほどすごいのか競うのよ。それ本気で言ってるんですか。当たり前でしょ。みんなに自慢するために一体いくら教育費をかけたと思ってるのよ。子供英会話に学習塾、ピアノ、バイオリン、体操教室にパソコン教室。あの子を育てるのに何百万、いえ何千万もかかってるのよ。今までかけた元を取るためにも、あの子にはせめてすごい職業の人と結婚してもらわなきゃいけないの。信じられない。イマルちゃんならお医者さんだし、この辺りで一番大きい病院に勤めてるでしょ。それに加えて幼馴染だなんて最高にポイント高いんだから、最後にこのくらいの親孝行はしてもらわないと。そんな理由で私と結婚？しかもそのために私の婚約者を奪うだなんてどうかしてますよ。この気持ちは親にならないとわからないわよ。ほら、イマルちゃんって産婦人科の先生でしょ。早く子供を産みたいでしょ。だから手近な男、つまり丸尾とさっさと結婚して医者としての信用を勝ち取りなさいな。そんな気にはなれません。自分の婚約者を奪った人の思い通りになるなんて無理。じゃあイマルちゃんは信頼されない医者のままでいいってことなのね。志が低いのね。そんなお医者さんにかかりたい人なんているのかしら。何が言いたいんですか。イマルちゃんは信用に足らない最悪な医者だって言いふらしちゃおうかなと思って。は？どこが信用できないんですか。だって一生出産したくないんでしょ。それに出産を経験してない産婦人科医なんて信頼できないわ。そんなこと言ってませんし、出産を経験しなきゃ産婦人科医として未熟ってわけじゃないんですよ。何のために勉強してると思ってるんですか。だって経験は一番の知識よ。妊婦に寄り添いたいって気持ちはあなたにはないのね。あります。私もこんなことしたくないんだけど、イマルちゃんが冷酷な医者だって知って黙ってるわけにはいかないわ。冷酷な医者だと思われて医者の人生を終えるか丸尾と結婚するか選ばせてあげるわ。少し考えさせてください。少しってどれくらい。まだ婚約破棄のことも私の中では決着がついてないんです。数年は。わかったわ、3年だけ待ってあげる。その間に丸尾と結婚しなかったら、イマルちゃんの悪評をこの町全体に広めてあげるわ。そうそう、間違っても他の男と交際なんてしないことね。そんなことしたらまた私がトラウマを植え付けてやるんだから。3年後、やっと丸尾と結婚したのね。ここまで長かったわ。そうなんですよ。やっぱりあなたたちはお似合いだと思ってたのよ。これで私も安泰ね。
花江さんのことを相談し合ってるうちに仲良くなりまして、それもこれも花江さんのおかげです。ありがとうございました。いいのよ、うちにお嫁に来るとなれば決めることはたくさんあるわね。決めることですか？当たり前でしょ。これからたっぷりと親孝行してもらわなきゃいけないんだから。早速だけどうちに同居してもらうわよ。何か勘違いしてませんか？結婚したんでしょ。何も勘違いなんてしてないわよ。そうそう、あとね、あなたは嫁として私を敬うこと。いや、やっぱり勘違いしてますよ。もちろんお給料は全額私によこすのよ。あなたたちのものは全部私が管理してあげるから。あ、早く子供を産んでもらわなきゃね。人生何があるかわからないんだから、孫を抱くのは早いに越したことはないわ。ちょっと、出産したらやっぱり産休と育休でお給料は減るのかしら。せっかく高給取りなんだから休んだら損よね。育休はさっさと切り上げて早く稼いでね。あとはちょっと落ち着いてください。何よ、私のお祝いムードに水を差さないでちょうだい。お祝いっていうか無茶ぶりの嵐ですよ。ところで花江さん、何か気づくことはありませんか？何？何か変なところでもある？丸尾のことなんですけど。知らないわね。どうせまた今日も部屋に引きこもってるんじゃないの？本当にご近所さんに自慢することしか興味ないんですね。今朝から丸尾家にいませんよ。っていうか荷物ごと消えてるんですけど。え？そうなの？ただ出かけたんじゃなくて？なんでそんなことを？もうその家には帰らないって言ってますよ。これからしばらくは私の実家に住むことになりました。え？同居は？同居してくれないとポイントが下がるじゃないの。丸尾はうちに婿入りしたんです。今後はうちのルールでやらせてもらいます。何を勝手なことしてるのよ。そんなの横暴よ。訴えてやる。丸尾もいい大人ですし、自分のことは自分で決めます。花江さんが訴えたところで丸尾の婿入りは止められないと思いますよ。あんな出来損ないが欲しいの？だってニートなのよ。そっちに行っても何の役にも立たないでしょう。私ならあの子がいれば医者の嫁を取った息子っていう自慢のネタとして有効活用できるんだから、二人一緒に戻ってきなさい。丸尾のことを出来損ないだと思ってるのは花江さんだけですよ。は？今朝から丸尾、うちの両親に褒められっぱなしですよ。こんないい男、今るにはもったいないとか言われたくらいです。丸尾がいい男？あんなニートが？花江さん知らないんですか？丸尾、仕事してるし有名人ですよ。え？在宅でずっとプログラマしてて、その業界では有名人。いろんな会社のセキュリティとかを開発してるみたいで、めちゃくちゃ稼いでるらしいです。そんなわけないでしょ。だって大学は医学部に行って、私も医者になるように言ったのよ。丸尾って無気力系じゃないですか。花江さんと口論になるのが面倒くさいからって、とりあえず大卒の資格を取って独学でプログラミングの勉強をしたって言ってました。元から医者になる気なんて一切なかったそうです。そんな、知らなかった。私は騙されてたの？なんで私に黙ってそんなことを。小学生の頃から花江さんに無理やり連れて行かれたパソコン教室で興味を持って、それからずっと将来の夢はプログラマだったそうです。花江さんが丸尾の興味と才能の方向を見出せてあげたら、在宅ワークのことも教えてもらえたはずなのに。そうと知ったら話は別よ。さあ丸尾を返しなさい。どうせいやいや結婚したんでしょ。離婚してもいいわよ。嫌ですね。一応この3年間愛を育んできたんです。そう簡単に返すわけにはいきません。それに丸尾も帰りたくないって言ってることですしね。返さないならあんたの悪評を街中に広めてやる。実は医療ミスを何度もしてて、お金で隠蔽してるとかね。それって脅迫ですよね。警察に行きましょうか。え？その覚悟があって言ったんですよね。それは諦めて私たちに干渉するのはやめてくれませんか？だって丸尾がそんなすごい人だって知らなかったんだもん。花江さんは今まで丸尾のどこを見てたんですかね。自分の考えを押し付けるから丸尾のすごいところが見えなくなっちゃうんですよ。そうだ、今後のことなんですけど、その家から出て行ってもらえますか？なんでよ。私から息子も奪って家まで乗っ取るつもりなの？そんなことしたら逆にあんた訴えてやる。乗っ取るも何も、その家って花江さんの家じゃありませんよね。私の家に決まってるでしょ。私の夫が買ったものなんだから私のものよ。相続の時のこと覚えてないんですかって丸尾が言ってますよ。花江さんは現金を相続して、家と土地は丸尾が相続したんですよね。今まで花江さんが固定資産税を支払ってたんですか？固定資産税？何のこと？
よくそれで今まで生きてこれましたね。っていうか、固定資産税のことを知らないから、丸尾が無職だと思い込んでたのか。とにかく、その家は取り壊して、私と丸尾の新居を建てるんです。早く出て行ってくださいね。そんなの困るわ。家がなくなっちゃうじゃない。どうぞお好きなところへ引っ越してください。無理よ、夫の遺産も残り少ないの。引っ越したら残りの人生どう生活したらいいの。働けばいいんじゃないですか。私に聞かないでくださいよ。あ、お金の話で思い出した。まだあるの。婚約破棄の慰謝料の支払いよろしくお願いしますね。こっちには裁判の判決があるので。え、裁判所に行ってないから判決は出てないんじゃないの。時効になるまで逃げ切ったら慰謝料は支払わなくていいってひまるちゃんの元婚約者から聞いたんだけど。そんな決まりありませんよ。でも弁護士がそう言ったのよ。あー、私も最近知ったんですけど、あいつ弁護士でも何でもありませんよ。ただの大嘘つきです。そんな。花江さんのおかげで助かりました。私との結婚をやめて花江さんに本気になったのもきっと遺産が目当てでしょうね。花江さんには嘘つき野郎との結婚を阻止してもらったり、こんないい夫を紹介してもらったり、感謝してます。そんなのってないわよ。じゃあ私は慰謝料を支払わなきゃいけないの。もちろんです。とんずらするっていうのは強制執行で無理やり奪ってもいいんですよ。支払うしかないのね。おとなしくそうしてください。じゃあ家の明け渡しと慰謝料の件よろしくお願いします。後日談。その後花江さんは天涯孤独の身となり、引っ越しと慰謝料の支払いでほとんど無一文同然となった。あの後我が家に息子を返せと張り込みしてきたから、警察に届けて接近禁止命令を出してもらった。今どこで何をしているのかは不明。風の噂では60歳を超えて職歴のない人を雇ってくれる会社もなく、細々と暮らしているらしい。人に自慢するためにここまでしたのに、今ではひそひそされる孤独な生活をしている。一方の私たちはなんだかんだで幸せに暮らしている。結婚後すぐに私のお腹には新しい命が宿り、この子に会えるのが楽しみで仕方がない。あんなことがあって複雑な心境ではあるけど、今の幸せをかみしめながらもっともっと幸せになろうっと。何度も何度も電話してきて一体何の用なの。復縁ならしないわよ。誰が復縁なんて迫るか。泉に会わせてくれ。またその話、何度も断ってるでしょ。断られるから何度も頼んでるんだろ。6歳の時以来一度も会わせてもらってない。もう泉も中学生だろ。親権は私にあるんだからつべこべ文句言うんじゃないわよ。泉だってあんたには会いたくないってさ。泉がそう言ってるのか。ええ、そうよ。浮気するような男はパパじゃないからってね。はあ、俺のことをどんな風に話してるんだ。最低最悪の男って呼んでる。お金もないし女遊びするしセンスもない、女心もわからないひどいやつってね。まったく、あることないこと話しやがって。センスは確かにないかもしれないけど。でしょ。泉の名前最初あんたはメカブにしようって言ってたのよ。ああ、あの時はちょっとどうかしてた。名前に関してはみんながつけてくれて感謝してるよ。あなたは父親らしいことを何一つしてないってことよ。みんなはしてるのか。へ、離婚する前は泉に何もしてあげなかったじゃないか。今はしてるのかって聞いてるんだよ。そりゃ母親だものしっかり育ててるわ。毎日おいしい手料理も食べさせてあげてるしね。みんなが料理。そうよ、昨日なんてお手製の豚の角煮を作ってあげたんだから。おいしいおいしいって花子は涙ながらに食べてたわよ。本当かな。ご心配いただかなくて結構です。こちらは幸せにやってますので。さすがに心配するよ。まあ養育費出してるからちゃんと生きてるとは思うけど。中学生になってから泉も食べ盛りでね。本当はもっと養育費増やしてもらいたいくらいよ。別に増やすのは構わないよ。お金には困ってないし、それが泉のためになるんだったらな。あら、そう。じゃあ来月からプラス10万ほどお願い。10万も？そんなに何に使うんだよ。泉が習い事したいって言うのよ。それに使わせてもらうわ。まあいいか、分かったよ。来月から振り込んどく。俺にできることはそれくらいだからな。よろしく。でもそのうち絶対泉に会わせてもらうからな。俺だって娘の成長見たい。しつこい男だから娘にも嫌われんのよ。俺はマサヤ、
45歳の会社員です。12年前に港を離婚し、当時3歳だった娘の泉と離れ離れで暮らすことになりました。小学校に入学するときに一度だけ会わせてもらったのが最後で、それからはみんなが許してくれず会うことができませんでした。しかもみんなの勝手な言い分を聞いた泉は俺のことを嫌っているらしく、なんだか会うのも夢のまた夢のような状況になってしまっていました。そんな時、なんと泉から LINE が届いたのです。数日後。パパ、もうお腹空いてダメそう。もしかして泉？そうだよ。久しぶりだな。連絡が取れて嬉しいよ。ママのスマホからこっそり LINE を共有したの。そんなことより、養育費。養育費？なんかもうお腹空いて意識が朦朧としてる。なんでだよ、ちゃんと何か食べなきゃダメだろ。何言ってるのよ、こんな風になってるのはパパのせいでしょ。え？パパが養育費を払ってくれないせいで、私はいつも知り合いのパン屋さんに行って余り物のパンの耳を食べるくらいしかできないんだよ。なんだって？毎月養育費を払ってるぞ。ママはご飯どうしてるんだ？ママはいつも仕事だって言ってどこか出かけて、毎晩遅くに帰ってくるの。朝帰りになることも多いかな。ほぼほぼ一緒に生活してないから、ママがご飯食べてるかどうかも知らない。聞いてた話と全く違う。私の望みは学校の給食だけ。でも給食費も払ってないからすごく気まずくて困ってるの。これも全部パパのせいでしょ。私が地獄に行ったら絶対に呪ってやるから。さっきも話したが、ママに毎月養育費を渡してるんだ。それをなかったことにしてるのか。養育費っていくら？10円とか。泉、もう嫌だよこんな生活。中学の制服だってどこからかお風呂をもらってきてボロボロのやつを毎日着てるし、それをクラスメートにからかわれるし。すまなかった。全部パパのせい。パパが浮気して他に女作って出ていかなければこんなことにならなかった。私も普通の生活ができたのに。普通の生活をさせてやりたいよ。じゃあせめて養育費しっかり払ってよ。そしたら私。そんな話聞いたらもう1円も払うわけにはいかないな。え？本当に呆れたよ。お前はパンの耳でも食ってろ。そんな。翌日。ちょっと、泉が置き手紙残していなくなったんだけど、あんた知らない？知ってるよ。今俺の家にいる。はあ？なんであんたの家にいるの？もしかして連れ去ったわけ？なわけないだろ。置き手紙には探さないでくださいしか書いてないし、状況が全然わからないんだけど。もうママとは一緒に暮らしたくないってよ。泉がそんなこと言うわけないでしょ。私はしっかり育ててるんだから。しっかり育ててる？どの口が言ってんだよ。全部嘘をついてるくせに。はあ？何のこと？俺が毎月しっかりと養育費を払っているのに、ないことにして泉に飯を食べさせてなかったんだろ。それはさ、養育費が少なかったから。20万だぞ。今まで毎月20万払ってきた。来月から30万に増やすことだって了承したよな。それなのになんで足りないの？お前が他の男に貢いでるからだろ。え？なんで知ってるの？そんなことだろうと思ったよ。泉には仕事に行くとか言っといて、男とただ養育費を使って遊んでるだけ。遊んでるわけじゃないわ。次の夫を探してるだけ。これから家庭を作っていくの。だから泉を返してよ。泉に帰ってきて欲しいのは養育費が欲しいからだろ。お前に養育費なんて1円たりとも払わない。なんですって？泉は絶対ママと暮らした方がいいわ。だってあんたのこと嫌いだもの。じゃあ直接本人の口から聞いたらどうだ。え？ママ、今まで私のこと騙してたんだね。え？泉？パパの LINE を隣で見てたけど、私からもいろいろ言わせてもらいたいからグループにしたの。早く帰ってきなさい。今日はクリームシチューでも作ってあげるからね。ママの手料理なんか一度も食べたことないんだけど。パパに聞いたけど豚の角煮って何？私作ってもらってないよね。それはいいからママの言うことを聞いて。パパは悪い人だから。悪い人はどっち？パパはね、私がお腹空いて意識が朦朧となってるところを助けに来てくれたのよ。パンの耳でも食ってろ、すぐに迎えに行くからって。
でもさ、パパは浮気して私たちを捨てたんだよ。全部聞いたよ。本当は浮気して出てったのはママの方だって。でもどうしても親権が欲しいってパパにお願いしたんだよね。それは泉と離れ離れになるのは嫌だったが、やっぱり女の子だから俺が一人で育てるより母親が育てた方がいいと思ってお前に親権を渡したんだ。でも間違いだったな。そういうことだからこれからはパパと一緒に暮らそうと思ってる。そんなの困るわよ。あなたがいないと養育払ってもらえないじゃない。せっかく30万に増やしてもらったのに。本当にクズだな。娘のことを何だと思ってるんだよ。今までの養育費残ってる分は全て回収させてもらう。そんなものはないわ。全部使っちゃったもの。貯金もないのか。あるわけないでしょ、私仕事してないんだから。じゃあこれからはしっかり仕事をして自立して暮らせよ。無理よそんなの。私借金あるって言うのに。借金？お試しでホストに行ったらちょっとハマっちゃって、推しのホスト君につけてもらってるの。いくら？200万くらい。ほんとアホだな。これから仕事でも探して生活費は自分で稼いで、借金はマサヤからもらうお金でどうにかしようと思ってたから。養育費もらえなくなると困るの。次の夫を探してるとか言って娘を置いてホスト行ってただけかよ。我が母ながら最低だね。違うのよ、推しホスト君がね、ナンバーワンになったらお店辞めて私と結婚してくれるかもしれないの。は？推しホスト君って何歳だよ。21歳だって。はぁ、あ、なんでこうもアホかな。え、何？ママそれ騙されてるからね。21歳のホストが39歳のおばさんと本気で結婚したいって言うと思う？しかも貢がせてる相手なのに。でも彼は本気だって。ナンバーワンになりたくて適当にそう言ってるだけでしょ。そんなの中学生でもわかる簡単なことなのに。言われてるぞ。私ただ貢がされてるだけなの？普通に考えたらそうだろう。どうすんのよ、200万もの借金あって。私一人じゃ生きていけないわよ。知らないよ、働こうと思ってたんだろ。働けばいいじゃないか。働くっつったってフル稼働なんて無理だし、週2くらいでパートでもしようかと思ってたくらいだし。本当にどうかしてる。二人して私のことバカにして。とにかくお前とは金輪際関わる気はないし、お金も払わないから。今までの養育費はもう帰ってこないっぽいからいいわ。ねえ泉、考え直してくれない？ママあなたをちゃんとこれから育てるから、私のところに戻ってきてお願い。お金目当てだって分かってるのに戻るわけないでしょ。さようならママ。泉、何か連絡取ろうとしてきたら弁護士に相談するから泉には近づくなよ。待って、お願い、私の話を聞いてよ。じゃあな。まさや。後日談。この日から泉は俺と住むようになり、親権者変更の手続きもすぐに終わらせました。ミナは借金と自分の生活費、家賃に追われ大変な毎日を過ごしているようです。泉はミナの影響を受け若干わがままですが、それも愛おしく、これから我が娘と一緒に生活できることを嬉しく思います。毎日おいしいご飯を食べさせて、大人になるまで幸せな毎日を送らせてやろうと思います。明けましておめでとう。お兄さんと離婚しろ。今年もよろしくお願いします。は、何か挟んだよね。しれっと紛れ込ませたよね。お年玉いらないからお姉ちゃんの旦那さんちょうだい。でも正月早々つまんない冗談言わないで。冗談じゃないの。こっちも冗談じゃないわよ。なんで夫を妹にあげなくちゃなんないわけ。ほら、昔はよく洋服のお下がりとかくれてたじゃん。そんな感じ。洋服と夫を同じにしないでくれるかな。一応姉妹だから許可取ってからにしようと思ったんだけどな。許可って何よ。勝手に取ると怒るでしょ。だから許可もらってからいただこうと思ってたの。は？いただく？でもお姉ちゃん石頭だからさ、絶対にいいよって言わないでしょ。言うわけないでしょ。和幸さん家にいないでしょ。ご両親連れて初詣行ってくるって出かけたわよ。ベンツで？そうだけど、なんで知ってんのよ。緑色のセーターにベージュのパンツ？ダウンジャケットは紺色？ああ、もしかして同じ神社で会ったの？うん。え、どういうこと？助手席に乗ってるのだ。は？カズくんはもらったのだ。あんたさっきから何言ってんの？
カズくんのクローゼットを見てみるのだ。何が言いたいのよ。ちょっと待ってなさい。どう？服が減ってない？下着とかごっそりなくなってない？ねえねえ。ないわ。てってれー。二人で逃げたってこと？イエース。駆け落ちってやつ？それもうドキドキしたわよ。新しい年に新しい始まり最高。どこに行くつもりよ？やだ、教えるわけないじゃない。その鬼のお面みたいな顔で捕まえに来て何時間も説教とかごめんだわ。ひどすぎる、こんなことするなんて。まあ浮気される方にも原因はあるって言うしね。何よりカズくんが選んだことだから。離婚するって言ってんの？もちろんよ。じゃなきゃ私と結婚できないじゃん。離婚届は？おせちの下に挟んできたって言ってる。少しでもめでたさがプラスされたら、というかカズくんの心遣いだね。ふざけないで。それに書いて出しといて。まあ今日はショックだろうから別に三が日明けてからでもいいよ。離婚についてまだ何も話し合ってないのよ。さっきから和幸に何度も電話してんのに出ないの。電話に出るように言って。無理だよ、運転中だし。もうすぐ携帯変えるし、カズくんに至っては年末で仕事も辞めてきてるし。嘘、私に黙ってそんな大事なこと。私は知ってたけどね。あんたたち私に何の恨みがあるわけ？だからそういうんじゃないってば。愛する人が妻の妹で、愛する人が姉の夫だった、それだけよ。だとしても最低限のルールと順番はあるでしょ。私行列とか並べないタイプじゃん。待つのとか無理なんだ。慰謝料請求されるとかそういうの覚悟してるってことよね？してないよ、払う気ないもん。だから逃げるわけだし。それで済むと思ってんの？居場所もわかんないのにどうやって請求すんの？教えて。あんたってもう二度と家族に会えなくていいのね？うん、その覚悟で家を出たの。パパやママにも初詣行ってくるって。あんたまだ25だよね。もっと若くて素敵な男性がいるはずよ。うわー、返してほしくてガチじゃん。もうあなたに汚された夫なんていらないわ。ただ車だけは返して。やだね。私通勤で車は必須なの。そのために買ったんだから。これって共有財産ってやつだよね。だったらカズくんがもらっていいよね。車がないと年明けの出勤困るのよ。財産分与でもらっておきますってカズくんが。ひどっ、どこまでも私を追い込むつもりなの？だって車が必要なんだから仕方ないでしょ。あなた軽自動車持ってるじゃない。大事なカズくんが事故に遭ったら軽自動車じゃ命守れないじゃない。だからって私のを取らないで。あ、そうそう、 GPS とかないかちゃんとチェックしたし、ドラレコも外してあるから追跡はできないよ。用意周到ね。昔から悪知恵だけは働くものね。悪知恵じゃないわよ、生きるための知恵って言って。あんたたち後悔しないのね？はい、後悔なんてしません。私たち幸せになります。どんな手を使っても必ず追い込んでやるから。どんな手使っても逃げ切ってやるからね。その言葉忘れないで。私は茜、32歳の主婦です。7つも年の離れた妹は両親や私から甘やかされて育ってしまい、自分が欲しいと思ったものは手に入れないと気が済まないタイプ。まさか私の夫まで欲しがるなんて想像もしていませんでした。夫も夫です。私に隠れて妹と浮気していたなんて。挙句の果てには駆け落ちって。もうこんな人を好きでいたのかと思うと自分が情けないです。おせちを一人で食べながらだんだんと怒りが湧いてきました。かと思えば涙が出たり、感情がゆらゆらと動いていました。なんとなくつけていたテレビにあるものが映るまでは。楽しい？楽しいわよ、最高のお正月だわ。そう、楽しそうだものね。あ、どういう意味を？あなた今日は赤いコートを着てるのね。それ私があげたやつじゃない？え？返してって何度言っても返してくれなかった。もしかして追いかけてきたの？どうやって？追いかけてなんかないわ。じゃあどうして？あらやだ、和幸ったらセーターに染み付けちゃって相変わらずおっちょこちょいね。え、どこよ、どこにいんのよ。初詣は本当だったのね。さっさと逃げればよかったのに。ちょっと待って、本当にどこにいんの？人が多すぎて見えない。私は神社になんていないわよ。
じゃあなんでコートの色とか知ってんの？あんたらテレビに映ってるよ。え？お正月の番組の生中継そこでやってるでしょ。げっ、ほんとだ。これが駆け落ちしようとしてる人の行動かしら。車で30分のところで神社でのんきに初詣なんて。だってカズくんがこの神社じゃないと願い事は叶わないって言うから。確かに神様は私の願いを聞いてくれたみたいね。もう参拝諦めて逃げる。ここで見失ったら追いかけようはないでしょ。確かにそうね。私は今テレビであなたたちを見てるだけだし。バカな姉、それくらいで優に立ったような LINE してきちゃって、夫を取られたショックでおかしくなったのね。腹は立ったけど許してあげるわ。あら優しいのね、ありがとう。もう二度と連絡してこないで。クソ姉貴。あらあら、両家のご両親は新居に到着したようね。めちゃくちゃ怒られて今連れ戻されてる最中よ。なんでパパにまで言うのよ。めちゃめちゃキレて怖いんだけど。ママが運転できないんだからパパがするでしょ。電話でもぶち切れてたけど無事みたいね。家に帰ったら覚えてろってブツブツ言ってるわ。早く会いたいわ、可愛い妹に。どうやってこの家特定したのよ。テレビで神社を特定できたからすぐにパパとママに走ってもらったの。怒ったママが和幸のご両親にも連絡して両家で神社の駐車場で待機してたらしいわ。ずっとついてきてたってこと？そういうこと。駐車場で問い詰めて逃げられたら元も子もないでしょ。これは私のアイディア。昔から小賢しいんだから。あんたは昔から抜けてんのよ。無理やり引き離したって私たちの仲は引き裂けないから。引き裂くつもりなんてないわ。私は和幸がこんな男だったと知れて感謝してるくらいよ。強がっちゃっていい？簡単に妻を乗り換えようとするような男はまた次も同じようなことするわ。何年か後に私のような思いをするのは紬、あんたよ。そんなわけないでしょ。私は恥ずかしながら和幸の浮気に気づかなかったし疑おうともしなかった。私といれば浮気なんかしない。 LINE だって全部見せてくれるもん。家にアカウントが同期された使ってないタブレットが残ってたの。もしやと思って G メール見たらついさっきまで他の女性と愛を語り合ってたわよ。は？私が見ただけでもあなた以外に3人。あの人病気かしら。嘘でしょ。あんなに私のこと愛してるって言ってくれたのに。それを他の人にも言ってるわ。よかったわね、平等に愛を与えられてて。信じられない。あの男をとっちめてやる。あら、私もそうしたかったの。代わりにやってくれんの？違う、私のためにやんのよ。まあどっちでもいいわ。痛い目に遭ってくれさえすれば。駆け落ちしてたった数時間なのにどんなこうなっちゃうのよ。知らないわよ。っていうかあんた被害者ぶってるけど劣気とした加害者だからね。慰謝料請求きっちりさせてもらうから。なんでよ、姉妹でしょ。あんたがそれ言うかね。身内を訴えるなんて恥ずかしくないの？全然恥ずかしくない。むしろ身内にこんなクズがいて恥ずかしい。ムカつく。もちろん和幸にも請求するわ。他にも浮気相手がたくさんいるから結構現金が入るわね。あんたたちが駆け落ちに使った車なんて縁起が悪いから頭金にでもして車でも買い替えようかしら。払わないから。払ってもらう。私は人を愛しただけよ。なのにどうしてそこにお金が発生すんのよ。意味がわかんない。ルールを破ったからって説明したでしょ。何にでも順番とルールがあるの。やだやだやだ、絶対払わない。休み明けに弁護士さんに相談するから実家でおとなしくしてなさい。そんな。これを機に人のものばかり欲しがらないことよ。慰謝料いくらくらいなのかな。相場は100万から200万らしいわね。無理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 。容赦しないから。お姉さま許してください。パパもママも相当怒ってるから実家の手伝いもちゃんとやって、その余ったれた根性を叩き直してもらいなさい。家事とか無理。やだよ、逃げたいよ。その後私は2人と浮気相手の3人の合計5人に慰謝料請求しました。かなりの慰謝料をいただくことができたので前のベンツを売ったお金と合わせて新車を買うことができました。車が変わって気分も変わりました。
まさか自分がこんな目に遭うなんて思ってもみませんでしたが、ろくでもない浮気男と知らずに結婚生活を続けていたかと思うとゾッとします。その点だけは妹に感謝ですね。妹は実家の家事をすべてやらされています。朝は5時に起きて雑巾がけとのこと。そうでもしないと家に置いてもらえないそうです。少しは心も綺麗になってまともな恋愛ができるようになるといいのですが、いつになることやら。あんたのせいで私の仕事が倍の倍の倍になったじゃない。どうしてくれんのよ。ごめん、急に休んで。今朝から吐き気が止まらないの。眠気とだるさすごくて。え、それ妊婦さんがよく言ってるやつだよね。もしかして妊娠してんじゃないの。それはないと思うけど。そうだよね、彼氏いない歴42年のあんたが妊娠するわけないか。彼氏はいるよ。あれ、そういえば先月からないかも。一応妊娠してみようかな。え、何それ、ブラックジョーク。いや、ちょっと心当たりあるの。マジで言ってんの？ウケるんだけど。何がおかしいのよ。だって42で妊娠ってありえないでしょ。彼氏ってどうせバーチャルか何かじゃないの。私結婚願もないし、いつ彼氏と別れるかわからないから言わなかったけど、3年前から付き合ってる人がいるの。あんたみたいなのと付き合うとこ行ったんだ、びっくり。あ、わかった、奥さんいる人なのか。なんで最大者限定なのよ、シングルだよ。それで妊娠してたらどうするわけ。笑ってる意味がわからないけど、産もうかなって思い始めてる。笑ってるの分かりやすいように書いただけ。あんたの歳でウイザンってどんだけ大変か分かってんの。多分すごく大変だよね。まだ妊娠してるかどうか分からないけど、授かったんだったら産む。結婚しないならシングルマザーになるってこと。それは彼次第だね。やめときなよ、妊娠してるって言ったらドン引きされるよ。なんで。あんた自分の歳考えないよ。彼氏いくつか知らないけど、あんたの歳で妊娠するなんて男は思ってないよ。そうかな。もし話して否定されたら一人で育てるからいい。落ち着いてもう一度よく考えよう。あんたの歳で本当に妊娠するか。それは私も正直どうだろうと思ってる。とりあえず松木を行って2班キット買ってくる。相変わらず思い立ったら即行動するんだ。顔隠して行った方がいいよ。なんで顔隠す必要があるのよ。あんたの歳でそんなもの買ったら笑われるでしょ。どうして笑うのよ。その歳でイチャラブしてたなんて想像されたらやばいって。そうなの。同じ歳の私がキモいって思うんだから、他の人はもっと思うよ。ひどいこと言うわね。母親になるのに年齢制限ないでしょ。それにまだ妊娠してるかわからないし、その歳で産む気になってることがツボ。もしかすると更年期かもよ。嫌な言い方しないで、好きなだけ笑ってなさい。気分悪いけど頑張って松木を言ってくるわ。妊娠してるわけないけどね。思い込み激しくて気の毒。彼氏にも捨てられないといいね。本当に失礼だよ。おー、怖い。私にそんなこと言える立場。あんたが休んだせいで今日は残業決定になったんだから、この借りは返してもらうよ。私はのぞみ、42歳。この年になるまで恋焦がれるような恋愛とはあまり縁がなく、彼氏はいても結婚願望がないので、いつも気がつくと自然消滅してました。3年前から付き合ってる彼氏は社内の人で一緒にいて、楽しいので長く続いています。いろいろ詮索されるのが嫌なので、社内では秘密の関係を保持。みなは同僚で同い年。普段から悪口が大好きで、仕事中はずっと文句ばかり聞かされるのでうんざりです。妊娠をしたら見事に陽性。不安な気持ちより嬉しさがこみ上げてきて、自分でも戸惑っています。せっかく授かった大切なベビーちゃんを守りたいという気持ちが強くなり、思い切ってテレワークが可能な会社に転職しました。そんな矢先にミナからとんでもない LINE が来たのです。恒例妊婦ライフはいかが。後悔してるなら今のうちだよ。何を後悔するの。今のうちって何。やっぱりつわりつらくて無理とか、産むのやめようかなって思ってるでしょう。思ってないけど。あんなに仕事好きだったのにどうしちゃったわけ。職場変えただけよ。テレワークで仕事してる。そうなの。会社辞めたからてっきり家でゆっくりしてるんだと思ってた。転職したのなんで言わないのよ。あなたに言う必要がないから。なんだそれ。テレワークだけで生活していけるの。うん、意外とお給料もいいし、福利厚生もしっかりしてるのよ。なんだつまんない。何期待してたわけ。別に子供に振り回されるちっぽけな人生を送るんだ。そんな風に思ってたの。私は人生が豊かになったと思ってるよ。生まれてきたらしてあげたいことたくさんあるし、
だってさ、つわりって二日酔いと一緒だって言うじゃん。気持ち悪いの我慢してるのって最悪じゃない？確かにそれは辛いけど、ベビーちゃんのためなら何でもできる。くだらない、いつからそんな面白みのない女になったんだろ。あ、そっか、妊娠してからか。何？嫌味言うために LINE してきたの？他に用がないならもういいかな。あ、待って、伝えたいことあって連絡したの。何？私、結婚することになったんだよ。人事の佐藤くんと。え、佐藤くん？その報告しようと思ってさ。佐藤くんは私と結婚する予定だけど。その話はもうなくなった。最近連絡来てないでしょ。まさか、変な冗談よしてよ。ジョークじゃないけど、いつから LINE してない？2週間前に LINE したきり、忙しいのかと思ってた。ちょうどその頃に会社の食事会があって、佐藤くんに結婚したら望みの尻に敷かれて自由奪われちゃうね、育児も大変そう、夜泣きすごいらしいよって言ったらすごいビビってたんだよね。なんでそんなこと言ったのよ。あんたから佐藤くん奪うために決まってんじゃん。狙ってたってこと？そうだよ。そしたらまんまと騙されて、俺そんな生活絶対嫌だ、どうしたらいいって聞かれたから、私と結婚したら諦めるんじゃないって提案しただけ。卑怯だわ。でもその話に乗ってきたのは佐藤くんだから、こんなうまくいくと思わなかったよ。棚ぼたでびっくり。汚い手使うのね、最低。私がどんな手使おうが勝手でしょ。佐藤くん自分ではあんたに言えないから私に話してくれって頼んできたの。それであんたに LINE したわけ。本当に？本当に佐藤くんはあなたに連絡しろって言ったの？マジだよ。あんた気づいてないみたいだけど、もうブロックされてるから確認してみなよ。そんなはずないわよ。いいわ、連絡してみる。どう？連絡取れたかな？ LINE ずっと未読のまま、電話も通じない。これで分かったでしょ？あんたは捨てられたのよ。気分悪くなってきた。あれ？つわりひどくなっちゃった？ごめん。ちょっとショックが大きすぎて何も考えられない。ウケる？結婚式の招待状送るから絶対来なさいよ。それはやめようよ、さすがに無理だって。あんたの気持ちなんてどうだっていいんだよ。私がちゃんとお祝いしてほしいの。招待状送るから楽しみにしてなさいよ。あなたって残酷ね。この先どうしよう。あんたの男とって大満足。悔しがってる感じたまんないね。シングルマザー決定おめでとう。返事する気にもなれない。あらあら、かわいそう。遊ばれただけの女って惨めね。結婚式の招待状届いた？届いたけど予定日近いから行けない。違うでしょ、悔しくて出席できないだけよね。別にどうも思ってないよ。幸せそうね。もちろん、人生バラ色よ。何もかもが華やいで見える。何よりだわね。負け惜しみ？痛々しいけど。そんなことないよ。私はベビーちゃんがいるだけで幸せ。ちょっと待ってて、今すっごい痛くて陣痛来てるのよ。病院と親に電話してくる。もう少ししたら親が迎えに来るから病院行ってくる。マジで産むんだ、ウケる。私が知ってる中で最も高齢だけど。そう、何とでも言って。病院の先生もドン引きだね。そんなことないよ。いくつ彼でも母親になれるし、このように生を受けることは素晴らしいことだって言ってくれたの。はいはい、そうですか。そこのスタッフ43歳でウイザーの人がいたの。大変だったけど産んでよかった、いつでも力になりますよって言ってくれたの。あっそ、ずいぶん親切だね。でもさ、父親のいない子産んでどうするわけ？そりゃ両親揃ってる方がいいだろうけど、それだけが全てじゃないよ。どういう意味？要は愛情の問題だと思うの。私が父親の分も愛情を注げばいいだけ。綺麗事にしか聞こえないけど。そう？あなたには理解できないわよね。私には絶対無理だわ。佐藤くんとはうまくいってるの？彼を支えるの大変そうだけど大丈夫？それどういう意味？彼仕事辞めてラーメン屋さんオープンするらしいじゃない。準備は順調？うん、そうなの。先月私と一緒に退職したのよ。ラーメン屋って当たると年商1億超えるんだよ。取材とかいっぱい来たらどうしよう。私全力で応援しちゃう。本当に？あれで成功すると思ってる？どういう意味？彼のラーメン食べてないの？すっごいまずいのよ。しかもチャーハンがまた最悪。味はしないし、ペチャッとしてて油っぽくて食べれたもんじゃないわよ。そんなことあるわけないでしょ。もうテナントも借りたのよ。後戻りできないんだ。この先大変かも。頑張ってね。やだ、変な嘘やめてよ。そうだ、
夕べ作ってくれたチャーハン冷蔵庫にあるから食べてみる。嘘だったら許せないからね。どうだった？これは驚くほどまずい。どうやったら止められるのかな。退職金も全部つぎ込んだのよ。潰れるまで無理じゃない？本気で痛い。今のは陣痛？それともやばいよって意味？両方。親が迎えに来てくれたからこのまま病院行くね。じゃあお幸せに。え？待ってよ。私の貯金もつぎ込んだのよ。結婚式してる場合じゃないわ。まずいじゃん。借金まみれになる前に諦めてくれるといいね。でも頑固だからどうかな。産んでからでもいいから力を貸してよ。ラーメンやるのやめてって一緒に説得して。嫌です。そんな筋合いありません。しかもさ、私の高齢出産笑って彼奪ったのも絶対に忘れないから。後悔してます。申し訳なかった。何を言っても無駄です。あと佐藤君にも結婚破談になった慰謝料しっかり払ってもらうからって伝えといて。今頃請求って何よ。そんなお金ないと思うよ。全部いっぺんに請求したかったの。いっぺんって何？子供認知してもらうのと養育費の請求、 DNA 鑑定終わったらすぐ弁護士に連絡させるから。認知に養育費までってそんなこと考えてたの？マジでやめてよ。それでなくても大変なのに。佐藤君には親としてきちんと責任取っていただきます。逃げても無駄だし、どんなに頼んでも1円も負けないからって伝えといて。子供のためなら何だってするわよ。なんか強くなったね。その年で出産して親になるなんてあなたはすごい。尊敬してる。だから勘弁して。取ってつけたようなこと言わないでよ。今さら遅いから。のぞみお願いだからラーメン屋やめてくれるようにあなたからも頼んで。頼みます。この通り。時すでに遅しだね。諦めなさい。それより仕事探した方がいいかも。そうだった。これからどうすればいいの？知らないわよ。私今それどころじゃないし。ああ、もうどうしよう。本当に本当に申し訳ありませんでした。ミナは佐藤君を説得しきれず、結婚した後ラーメン屋を始めたのですが、これが想像通りの大不評。開店して3ヶ月で潰れてしまいました。このことがきっかけでミナと佐藤君は喧嘩が絶えず、こちらも4ヶ月でスピード離婚。貯金も全部使い果たしてしまったため、新しい職場を探すためにハローワークに通っていますが、なかなか希望の職種にはつけず、ティッシュ配りや清掃業などのバイトで食いつないでいるそうです。私は25時間かけて愛しい息子を産みました。慰謝料や子供の認知、さらには養育費を拒否してきたため DNA 鑑定し正当に請求する予定です。産後は実家の両親が子育てを手伝ってくれています。すくすく育ってね。ママはあなたのためなら全力で頑張るよ。